あれ、あ、はい、はい、じゃあ、待って、今、かぶっちゃった、ヘダコと。僕、ゲーム名は薬島なので。あ、はい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 。あの、この島。普通名、チコタンって僕のこと呼ぶんで。あ、そうなんですね。よく僕のこと呼ぶんで。お願いします。お願いします。あのね、おちんチコタンのチコタンなんだって。全然わかんない全然わかんないよな。おちんちこってなんだよな。そう全然わかんない。どっか全然わかんないよな。おちんちこってなんだよな。そうちこたん部族だったん。ご存じない。でもおちんちこご存じじゃないですね。こうはちょっとわかんない。なんかちこたん今日さ音量小さいね。ただいま。おかえり。だいぶ良くなった。今日セレモさん、あれ何人来るんだっけ。今日は10人いるよ。こんばんは。あ、こんばんは。あ、このラザニアさんは、数名の人間があのネキって呼ぶんで。あ、ネキさんは一回お会いしましたね。あ、本当。じゃあいいや。お会いします。お願いします。あとはたかしくんが来るんだけど、愛ちゃんとたかしくんはボットの存在を知らない。あ、そうか。自動ミュート、うん、出るんですよ。それがなんと会社の人に1回ぶり。たかしくんミュートだよ。失礼しました。怒ったかと思ってました。怒ったかな？違う。怒ったかしの高橋。高橋。高橋高橋の。ありがとうございます。高橋さん。高橋です。怒ったかし。いや怒ってないんですよ。怒ってないんですけど。礼儀上。このゲームで怒るのカシューカぐらいだから。え、でも愛ちゃん話してたのダンゴッチがちょっと言われちゃってって。ああ引退した。それがカシューカタン、カシューカタンにリアクター鳴らすんじゃねえよって言われて悲しくなって来なくなった。あら、あ、じゃああれかインポスターの相方だった時に言われちゃって。本当そう、よくわかるね。そう大丈夫。でも私もタイミングとかわかんないな。まあでも教えてほしいね。みんな教えてくれるよ、このメンバーを。私、ボロカスに言われるだけだけど。振り返りを大事にしていこう。振り返りを大事にするメンバー。あと、今日、カシューカタンと、くるくるが遅れるから、はい。カシューカタンさえ来れれば始められる。はい。眠そうね。うん。すげえ寝たんだけどね。寝すぎということで。12時に起きて4時から6時まで寝てたんだけど、まだ眠いんだよな。いいな、休みの日は。もう、なんだ、お正月か。いいっすね。愛ちゃんは、もう開けちゃった。私も短かったね。休憩取っててよかった。いや、もう最悪で、でも今日全然仕事してないや、私。うん、まだ1月4日だというのに、大変ですね。本当っすね。本当っすね。なんか年末何もやることないだろうと思って、取んなかったけど。ね、ちょっと短すぎたね。めっちゃ短すぎたね。話入れも。タコさんお休みモードでいるんだけどな。あ、来た。あ、来た。まあ、タコさんは時間守らないで有名だから。タコ、時間守っていけ。タコさんは10時からってなったら9時50分からお風呂入り始めるから。やばいじゃん、天板じゃん。そう、なんか、そういう時間湧くな。ういっす。タコさん部屋開けて。アマンガスでタコさん遅刻してるイメージあんまりなかったんだけどな。いや、してるよ、全然。してないよ。今日はね。嘘。今まで結構早めにいた記憶あるけど、アマンガスに関しては。妻と同じぐらいのタイミングでやったと思ったら、なんてコスパで。ですか。さんも私多分初めてだな。お願いします。あ、お願いします。ウィネックから来ました。あ、いいです。あ、マンガスそんなやってないんで、ちょっと、教えてください。教えてください、私も。お願いします。あとから来る2人が化け物だから。
仕入れもにも教えてください。しんさんはなんかこれだけやってて君は何を考えてやってたのって話やからね。なんだそういうこと、そう言ってそう言ってきつく当たって。愛ちゃんが黙ってないぞ。ありがとうございます。上手具合。ありがとう愛ちゃん。UNXRHF。うんくす。うんく、うんこす。うんこ、うんこ。ほら入ったぞ、お前ら。やってこうぜ。にしろは。くす。すごい、ボットが。動いてる。これ、たかしくん、自動で見るとかしくん。たかしさんも、あ、やばい、私、違うスマホでやってる。あ、そっか、じゃあ、同じスマホでやれるってこと？あ、そうそうそう、マップとか見なければ、スマホだけで完結する。とりあえず、一回別の方で入っちゃったかな。あ、でも、そういうのやんな方がいいか。ちょっと待って。今日はウィネ色がちょっと強めだな。でしょ、私が募集してるから、ね、ウィネの生き残り。まあ、たかしくんはウィネじゃないんだけどね。あ、そうなんだ。うん、いやとも。じゃあ、アイさん、あの、ボットの方で。アイちゃん？あれ聞こえる？多分ね、部屋は抜けなくて、うん、部屋抜けると大丈夫だったんじゃないかな。あ、なんか他の端末で入っちゃってたから、なんか、あー、なるほど。多分、ボットが起動しないんだろうと思う。いや、それはあんまり関係ない。あ、関係ないですか？あ、部屋の、そっか、やりたいやつで。部屋の、いや、でもどうなんだろうね。いや、多分そうです。関係ない。部屋のコンボなんかやってるらしい。関係ないね、スイッチとか、あれだもんね。ちょっと やりたいやつでアマンガス入って。真っ赤だ。アイちゃん、お人形さんを押してほしいかも、ボットのところの。ピンクできたね。あ、オッケーです。始めます。お願いします。久しぶりだ。うん、 C の C、 C の Cたかしさん、すげえ早かったな。こっちだね。はい、たかしです。はい。エレクトリカルのところかな。で、あ、ごめんなさい、マップがあれなんで。で、シーレモさんが奥の方ですね。
でキレされてました。ああ、うん、高橋さんどっからエレクトリカルに入ったんですか？自分がさっきの緊急タスクが終わって、でその後に左下の方からタスクやった後エレクトリカル行ったら、そのままシールモさんが倒れて殺されてて、でそのままこう鳴らしました。なるほど。僕そのルート通ってたけど高橋さんを見てなかったから気になったんで。多分タイミングが違ったのかな。はい、なんだっけ、緊急タスクの後に、なんだろう、自分シールモさん、緊急タスクの時もシールモさん見てなかったから、その前の可能性もゼロではないかなと思った。いたと思う、シールモさん。うん、いたとして降りてるのを見てる。で、その後に、はい、リアクターとかセキュリティに残ってたのが、ラザー、エダ、アイさんだったんで、そこ3人はちょっと薄めで、アイさんがけどセキュリティだったんで、そこは、まあ、弁当があるかもぐらいで。うん、今喋ってるのって誰でしたっけ？タコです。タコさん。エダさんとアイちゃんは、でもその緊急の後の方が確率高い、うん、殺されたいや、シネマさんいたから後確定、うん、後だね。だからそこ3人はタコ的には薄いから他3人になるけど、計算とかの話聞きたいな。計算、薬島さん、薬島はもうさ、終わった後一番最初に右の方まで抜けてるんで、何も分かんないです。あ、ダメだ。ごめんなさい、もう一回飛ばします。あ、これ投票した人が分かんないよ。あ、匿名にしても、そうです、はい、ありがとうございます。どうしようか。アイちゃん落ちちゃったよ。あれ。落ちた。本当だ。あれ。終わらせる？ミュートが全員解除。次で終わっちゃうのきつくない？ね。ああ本当だ。そうですね。まあ落ちたの早いし。まあそうね。やり直します。インポスター側がやりたいという、あの気持ちよくなりたいというんだったら、やり直しでいいんじゃない？どうですか、高橋さん。やり直しで。あ、了解です。薬島、高橋、薬島？そうだよ。ああ。まあ、3分の2だったんじゃ。高橋さんは、あ、ごめん、そしたらじゃあ、さっきのセルフですか？はい。誰か。なんでと言われると、ちょっとこう。普通に。じゃあタコさんにみんな投票しまっていいですか？うん、俺に投票で、あと1キルで終わりで。はいよ。ああ、なるほど。え、セルフだったの？さっきのは。セルフです。ああ。誰に投票ってか。タコさん投票で。タコさんで。あの、初めてだな。これはアプリ版は最近落ちやすいとかあるんですかね？どうなんだろう、なんか、うん、でもスイッチ出てから落ちやすい。みんな落ちるよね。うん、ナイスでーす。キルされに行ったのに。全然わかんなかったー。かわかされた。誰だったんだ一体。ふう、気持ちいい。なんだこのゲーム。いいなー、インポスターやりたいなー。インポスターやりたくない、お腹痛くなる。平和に行きたい。
あ、たかしくん、さっき何も考えずにセリフしたってこと？いや、何も考えずにというよりかは、こう自分がセリフレポートした場合にこうどういう反応が来るかなってのをしたことがなかったから。やってみたんだね。チャレンジ精神だね。ちょっとこうあまりにも経験がなさすぎるからいろいろ試して型を作ってみたいっていうのはある。いいと思います。僕は単純にさっきあのなんかきっかけがあったのかなって思っただけで、知りたかっただけでした、ね、ああ、ああいう時弁当で逃げちゃえばいいのに。弁当怖くない？うーん、弁当楽しい。弁当の方が安全ちゃ安全だけども、うん、正直でもエレクトリカルは怖い、うん、あアドミンでいつ見られてるか分かんないし。あ、俺はずっとリアクターの弁当隠れてたんだけど。隠れてたんかい。枝さん殺そうと思ってたんだけど、タコさんがもういつまでたってもうろちょろ戻ってくるんだよな。セキュリティマンは残ってたから、絶対ここはロアから見に行かなきゃっていうので何回か見に行ってた。やろうやろう、お願いします。インポスター、インポスター、やだよやだよ。マジたかしさんのミュート早いな。早いね。即黙らされるな。どうなされましたか？え、なんすか？あいちゃん、あいちゃん、うん、あいちゃんがミュート、自動ミュート、自動ミュートに入るな。ちょっと自分でやる。本当だ。ああ、なるほど。大丈夫。あ、大丈夫。あ、いいよ。じゃあちょっと待ってね。一回部屋抜けたかな。あの、そうや、落ちるとおかしくなるから一回起動し直すんで大丈夫です。多分次から。たかしくんもなんか自分でミュートとかしてるけどしなくていいんだよ。あ、そういう？うん、勝手にミュートとか解除とかされるから。マジか。時代がすごいな。今起動し直したんで、あのもしあのみんな大丈夫かかミュートかかってなかったら手動で魔法のやってもらって、はいはいはい、ありがとうございます。まあ誰もシーロンさんに入れないんだ。よかった、今日は活性化がいないからな。何それ、どういう私なんかいつも1票入るんだよ。されてんな。いや、ネッキー、まあエレクトリカル弁当上なんだけど、うん、停電を終わった時にいたのが KI 薬島タコで、タコが出ていく時にラザニアさんがストレージから走っていってたんで、そうだね、おそらく俺も出てる、出てくる、アリさんの話を聞きたいかな。薬島さんは多分先に出てると思うんだけど、うん、出てる。え、今喋ったのが、タコです。タコさん。レポートの。リアクションさん。はい。は、ロアの方に、エレクトリカルの、直した後にエレクトリカルのタスクやって、ロアの方に行くのが最初かな。で、ケイさんは？ケイは、停電後エレクトリカルのタスク2つやって、アドミン見てました。
アドミン、最終レポートなる前3になってたんで弁当に隠れてんのかな、タコさんとして。ああ、そうね、弁当計算確かもう俺アドミン見て行く時ぐらいにいたと思うから、うん、だいぶ愛さんが黒いかなって。他の人の話、今タコさんと安久島さんがお互い白い照明みたいなのができてる感じ。白、うん、白は分かんない。うん、白もさん、井田さん、アイちゃんはロアエンジンの中に入ってたの？いや、向かうところぐらいか。そこはどこからの向かうところで俺が入って奥まで行くときにロアにつけてない。俺は入るエレクトリーから行くときに見れてないから、そこら辺ちょっと怪しいな。どっかでしたの？でもベントにいたのであればエレクトリカルにいた人をじゃなくてシーデモさんとか枝さんとかも疑わなきゃいけないんじゃない？あ、枝さんは死亡場所をもう一回いいですか？エレクトリカルのベント上。ベント上。なるほど。ダウンロードのとこかな。あれ今私とすれ違わなかったって言ったのはタコさん。うん、すれちゃった。あ、すれちゃった。ないの。なんでストレンジから来たんですか？そうです。アドミンから。これ違うかな。話してない人もう一回ボタン押してほしいかな。うん、ゲームを強い。あ、そう。シーレも停電に関与してないでアドミンにいました。アドミン、シーレも、タコ、エダさんがいて、ケイさんは見てなくて、その3人がいて、私はアドミンから出て、ストレージに行って、ストレージの落ちバステしてるときに、アラーム。だから結構アリバイはあると思うよ。ケイさんはアドミンその間いなかったっけ、チラッと。ごめん、私計算のことは覚えてなくて、でもタコさんと枝さんは絶対いたと思う。うん、それはいた。ストレージの落ち場して出たのか。知りません。あ、まあいいや。うん、そうだよ。なんかそんな、僕アドミンにほぼずっといたような気がして、最後まで。そんなことなかった、ね。いた。最後まで出てってるよ、私。あ、枝さんが。枝さんは計算見てる。まあ、でもアドミンにいた時点でシーデモさんを疑う。のはそんなに、うん、とりあえずはいいんじゃないかな。皆さんは計算見てますか？いや僕計算見たのか、ちょっと正直一緒にいた人たちが記憶できてないからわかんないんですよ、ね。だからちょっとそのシレモさんの証言通りでいいと思うんですけど。計算微妙か。枝さんはほとんどカドベにいたって今言ってたんだっけ？うん、そうですね。ほとんどっていうか後半。高橋さんは？高橋は最初にあの隕石もうずっとやってて、で停電で、まあ着いた時にはもうほとんど終わっちゃってたんですけど、一緒にやってたのが停電後の話でいいですよ。停電後はまた隕石やり直しですね。その時ちょうど枝さんかな、多分すれ違った気はします。隕石ってここです。一番右のやつです。あ、右の。すれ違ったの。アドミンの前を通っていったってことですか？ヤクシマさんはエレクトリカルの順番で出たとか。そこまで覚えてない。でもタカシさんは一緒にぐらいで出てる。ただストレージまでしか一緒に行動してない。あ、ごめんなさい、スキップしてなかった。アイちゃんと話したいかもしれないから遅っかな。緊急？これ緊急招集。あ、ちょっと良ければ。
はい。はい。ちょっと話します。はい。はい。てか聞きます。はい、最後鳴るときに部屋にいなかった、どっかの部屋にいなかった人ってどなたですか？いますか？鳴るときって何人か。薬師丸、死体発見されたときに。ああ、はい、自分はもうナビゲーション入ってないかな。いなかった、部屋にもう通路だって直前っていうか、もう5秒前ぐらいかな、3秒前ぐらいかな。もう鳴った時に通路にはいたとしても、その3秒前とかには部屋にいたとか、そんな感じだったら OK なんだけど、ほぼ3秒間ぐらい、鳴る3秒間ぐらいは、前は。まあでも多分そうだよね、普通に多分通路を歩いてってるから。そう、3秒前ぐらいまでにはアドミンで見てて、エレクトリカル3とアドミン3で、それ以外映ってなかったので。でもそれってさ、レポートの3秒前ぐらいだったら、箱さんはだって入った時死体しかなかったんでしょ。うん。で、誰も見てないんでしょ。うん。そしたらもうほぼほぼ弁当に、弁当に2人いた可能性があるってことですよね。いや、死体とタコと、あ、そう、1人か、ちゃんと、うん。あれもカウントされる。あ、そっか。実際の犯行だとほぼじゃない人が、ごめんなさい、犯人じゃないもう片方の人が弁当に入ってるって、そういう可能性もあるから、あれか、なんとも言えないか。ああ、まあ正気はしますけどね、弁当の上で死んでるんで。うん、ここでアリバイのない人めっちゃ怪しいなって思ったんですよ、単純に。それだけ弁当か、タコさん、あれ、タコさんがレポートしたんですよ。タコさんのセルフはでも弁当にいた以上そこまで追わなくていいと思う。そうですね。なるほど。じゃあ弁当なのか、私すみませんが、隠れ。江田さんは、あ、やべ、投票しなかった。失礼しました。やっぱ一番浮いてんのは愛さんかなって思うけど、うん、そうだね。弁当に入ってそうな人をあげるのって難しいな。アドメンにいなかった人、高橋さんがウェポに行ったのを証明する人はいないんだよね。うん、ね、けど、え、先にいてたって言ったよね、薬師丸さんと。タイミングかぶ、うん、だからその、はい、なんだろう、俺的には江田さんとすれ違ったって言ってたから、アドミン前通ってるってことですよね、多分。だと思います、はい。だとしたら、そのアドミンから上抜けて、そのメッドベイ側に行ってる可能性もなくはないから。ああ、思ったんだけど、まあメッドベイとかでアドミン見てた人がそっちが光った情報がなくて、ウェポン光ってたって言うんだったら別に。ウェポンが光ってるわけじゃないんだけど、メッドベイが光ってるところも私は見てない。かな。まあだったらまあ愛さんの方がまあ今は怪しいのかなと思うけど、私はちょっと動向がわかんない、兄さんかな。兄さん、いや、ケイさん、兄さん、はい、ケイさん、そうか、兄、あの膝の兄、膝の兄かと、ケイさん、アドミンにいましたけれど、誰にも見られてないそうなんですが、どこ、そんなにアドミンみんないたのに。まあタコシエルも枝がいて、計算みんな曖昧ってとこは俺言った気がしなくもないんだけど、俺マップ見てたんだけどな、ずっとではないけど、だと思うんだけど、なんか
うん、枝さんがその上で一番最初に出てってるから、まあ、その計算がいる。あ、シーレムさん一番最初に出てってる。うん、そうだよ。ドミ、うん、あ、じゃあその後ちゃんと3人いたのかな。ああ、そうするとぴったり。あ、うん、まあここはアイちゃんでごめんよ、書きたいから、うん、入れるけど、うん、ボタンだいぶ使ってるしな。さらば、さらば、さらば。ダウンロードかアップロードか。ナイス。私タスク終わったんで、あ、あと1個です。早い、素晴らしい。了解。私あとエレクトリカルだけということで、僕はあの早い、ね、セキュリティずっと見てるんで、カメラ消えたら探してください。はい、はい、あ、スキップで大丈夫。スキップで全然、はい。はい、はい、はい。場所はどこですか？あれ、聞こえてますか？聞こえてます。ローアーエンジンの 手前というか、あ、じゃあ高橋さん釣っていいかなと思います。セキュリティ、他の人間ほとんど、うん、アドミンいたね。タコシーでも系はアドミン、うん直前に枝さんの後高橋さんがついてっていうのを見てるんで、リアクターから。何かあれば。まあ私もタコさんと計算も見てるし、ヤクジも見てるから高橋さんで間違いないと思う。あ、そうなん。残念。残念。まあ正直ちょっと自分で言ってもな。サポーターの感じで上よりはないなと。問わしめなかった時点で違うんだよなって。あとリアクターなしの O2 ばっかだったから、あ、これ違うなって。メタメタのメタ。まあ今、まあでも単純に今のはもうカメラ情報でありました。ウィースウィース、お疲れ様です。アリバイがみんなある。はい、いや、え、結局私ガザン屋さんの機能は愛されてなかった。私でした。でしかもなんか一回 ミスってベントに入っちゃったんですよ、目の前で。やべえ、殺すしかなくなったな。あー、なるほど。見てなかった。またベントゲー、ベントゲー仲間が。あ、愛ちゃん人道と村で視界違うからね。いや、けどあ、タスク中だったから、ね、その横とかで言ったら、うんうん、
まあ、僕は見れちゃうけど、いや、知らないかなと思って。愛ちゃん、そんなやってないから。ダウンロードしてる。ああ、なるほど。一応、開けてることは分かってる。鬼の方が。うん、鬼の方が1.5、1.0倍。1.0 倍。知ってること知らんやつおらんやろ。1.0 倍。いや。愛ちゃん、言うてまだ5回目とか。アルクさん、一応ミュート、わざとかもしれんけど。席外してんじゃない。ナザルでーす。あ、はい。ナザル、ナザル。いや、インポスター会いたいな。もうやりたくないぞ、こっからは。やりたくない。こっからはやりたくない。なんで？おめえらが来たからだよ。アルさん、こっから？そうそうそう。俺も先にやっときたかったな。あの後ずっと村でよかったな。そんな悲しいこと言うなよ。そうだよ。優しい世界で行きたい。ここから、アルさんともうのんびりやるからさ。考察なしね、そこの二人は。どういうことあの、場所の報告だけだよ、していいの。投票権だけ。多分この人だと思うでしょ。すげえ縛りやな。まあでもバランス的にはそれでちょうどいいかもしれない。うん、あれ、くるくる歩くっていつもピンクだっけ？ああ、なるほどね、今日ピンク巻くのか。いいよ。私は赤にしますよ。私はしかも頭もかぶってるんだから、そこ。ね、頭もかぶってるのめっちゃ悪い。マジか。ちょっと待って、帰るわ。まあ、アルクさんは、ちゃんと PC の方は違うけど。何にしよっかな、じゃあ。あ、赤にしてくれてるよ、アイさんが。あ、マジ？うん、した。ちょっと待って、俺、アルクさんも初めてかもしれないな。そうですね、お願いします。うわ、まだ、初心者なんで。さっきボコボコにされました。あの、アイさんインポスターになったら、あの、歩く歌集か先に殺した方がいいですよ。これマジ間違いない。人の目の前でも殺した方がいいかもしれない。ああ、うん。多少、リスクがあってもやる価値はある。そうそうそう。ないよ、ないよ。いや、リスク、いや、あるでしょ。絶対自分がインポスターやるとき、そっちの2人いたら、どっちかに絶対詰められるもん。大概。すぐ身内切りする。大概当てられる。だからそこのダブルキルを狙うのが一番いいんだよな。いや、でも俺基本カシュガさんと一緒にいないから。カシュガさんと一緒にいたら殺されると思ってるから。けどまあ、うまいこと言って、他の人で勘違いしてくれたときはでかい。あ、それは。うん。なかなかうまくいかねえ。アルクさん、帽子かわいいね。やろう、緊張した。おにゅうおにゅう。始めますよ。はい。お願いします。くる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 。ん？ああ。設定のほど。うん。クルーメイト頼む。頼む。やりたくねえ。インポスター。なんだ、死ぬ前の緊急招集か。お決まり。何もないけどね。早かったね。お客さんあんな早かったなと思って。早かったね。始まった瞬間、シーレモさんがありえない位置にいてびっくりしたんだけど。え、どこ？いいんじゃない？あの、なんで？招集ボタンの右上にいたんだけど、俺、その、うん、さらに右上にシーレモさんがいた。やば。ビビッと。釣っていいよそれ。あ、じゃあ釣るわ。それインポスターだ。いや絶対入ってるから絶対釣らない。最初からキー入力で言ってたとかいうレベルじゃなくて。最低。それは仕入れも釣っていいわ。右これ多分仕入れもさん4票入ると予想してる俺。俺はちゃんと入れたぞ。ちゃんと入れたぞ。でも2票だけど。みんな釣っていいよのタイミングでスキップするっていう。エスケがすごい。本当だ、いじめられてるよ。ポチポチ。
はい。はい。高橋さんがメッドベイの3、あのスキャンのところで死んでました。ベイか。目撃情報とかありますか？ない。見てないな。リアクターを終わった後に、残ってたのが高橋さん、ラザーニアさん、アルクさん、あ、じゃあアイさん。うん。で、その後停電で。あ、残ってたんだよね。残ってたじゃん。残ったの、俺が見ていたのは最後まで、この3人かな。確かにリアクターでポチゲ、ポチポチしてた。うん。それ以降は。結構死んだ、最近じゃない？死んだ。まあまあ、新しいと思う。うん。うん。シールもアリバイないんだけど、ずっと右側にいた。あ、でもシールとすれ違わなかった？警察とはすれ違ったかもしれないね。シールズか。いや、シールズか、そっかそっか。ずっと右にいた、私は。で、愛さんは最後、なる、これなる直前、ローアにいたと思うんだけど。あ、いた。うん。で、ラザニアさんの。この前、エレクトリカルにいたよ。そう。あ、いたね。うん、私はリアクター出て、終わった後、タスクやった後、セキュリティに一回入って、カメラをしばらく。見ていて特に何も情報なく、でも枝さん白い人がなんかフラフラしてんなと思ったけど、それぐらいアドミンに入っていきはアドミンに入っていった気が多分見られてるとして入ろうかな、こっち行こうかな。新しいのね、なかなか犯人見つからん感じだね。分かんないっす。でその後ロア行った感じですね。もうこれカシオカ喋んないからカシオカつっていいんじゃない。いや俺あのリアクターにも参加してないし分かんないんだよね。ほんとエレクトリカルいたよね。エレクトリカルいたよ。で、タコさんと最後一緒に。そう。うん。その前どうだっけ？その前はね、アドミンの部分。最近だったら何か分かりそうなのに。まあ、エレクトリカル、やった後弁当でエレクトリカル停電中来たっていうのもなんか、ね。いや、俺はいなかったと思うんだよな。チコタンと俺が直してる。あ、その後入ってきた。もうちょっと詰められそうな気がする。ちなみにあの停電俺がすぐ直したんだけど、早かったね。ね、タコさんに聞きたい。タコさんがさ残ってるって言ってたの最後。高橋さんとアイさんと誰ラザニアさんで残ってたんでしょ、リアクター。うん、俺その時さリアクターアッパーエンジンからロアエンジン側に抜けたの俺を見てる。またアルクさんも最初行ったじゃん。俺ラスカも行ったみたいな。あ、そう、まあ、リアクターに入ってないんだけど、リアクターには入ってないんだけど、俺ロア側に抜けて、で、ほんとその後、停電機、エレクトリカル入って。ああ、多分合ってる、それでは。そうって感じで、その時に、上側に行ってる人は俺は見てないから、ああ、その後、まあ、だから殺したんだったら、カフェテリア側からメッドベ入ったか、多分もうセキュリティの弁当とかその辺からかな。セキュリティで、アイちゃんが画面見てたのは見た。まあ、そこ、そこか、まあ、他に話に出てない人、さっきの。うん、仕入れもとかね。うん。仕入れもさんは右にいて、計算がちょっと見てましたでしょ。うん。じゃあ、あと、枝さんか。枝は、なんだっけ、あ、エレクトリカルじゃないな。ちょっとめちゃくちゃ忘れちゃった。ドア閉じられて、しばらく動けなかった後に。どこのドアです？リアクター後にロアエンジン、うん、そう閉じられてしばらく動けなくて、その後すぐアドミンに向かったんだったか、エレクトリカ経由したのか忘れたな。あ、多分ストレージ、まあ、エレクトリカ行ってない、行ってないな。うん、アルクさんと同じルートでしょ。うん、ストレージとアドミンで最後終わったんだ。ミッキーか。んラダニアさんは最後エレクトリカルにいた。うん、そう、あるピンクだよね、アルクさんがいたよね。うん、で、2人が出てくとこは見た、すれ違いで。
べ、時間使ってしまった、すいません。全然わかんない。絞りたいけど、きつそうかな。難しいようだね。ヘラさんに入ってる。タスクめっちゃ終わってるわ、よくしまタスク終わりました。早っ、同じもの、あとちょっとだよ、3分の1ぐらいです、うん、もうちょいだね。タコメッドベイのスキャンだから見守ってほしいかなって思って、あと1個書道行けば死なないよ、うん、書道行けば死なないよ、30分以内終わるから死なないよ、ね、ごめんね、そんな冷たくしないで。いいよ、いいよ。ちこたんと一緒に行きな。でも、えらい時間経ってたけど。いや、俺も死んでるかなと思ったんだけど、なんか死んでなさそうなアドミンだったんで。そうね、俺もアドミン見て、1個だけエレクトリカル21になって、そのだけ見て、押そうとしたら、まあ、O2になって、まあ、それ終わって。俺もエレクトリカルの1、これ死体かシールムさんだなと思ったら、シールムさん出てきたから、やっぱりだって。右上で殺されるし、絶対ぐるぐるやってるやつ、いや終わってねえんだろうなまさにそうでした、頑張ってた今日もあれむずい失礼しました。タコカシユカローラーでいいです。ん？どこに？セキュリティで写真出て、その俺が入る前にカシユカちゃんが出てきました。セキュリティで役者をタコさんが殺しました。うん、どうせこんなぐちゃぐちゃになるからもうローラーでいいです。だったらカシユカさんだけでいいんじゃないの？いや、これタコさんの後ろからついてたって。
まあ、じゃあ、証言してくれるなら、一人だけでいい。いや、まあ、まあ、正直、ローラーでもいいけどね。うん、つか、俺に、まあ、俺がやったって言っていいだから、まあ、いいよ。うん。OK、うん。これからするんだったら、まあ、カシオカちゃんからでいいんじゃない。タコさんはめっちゃ白だと思うけど、まあ、いい、なんか、証言あるんだったら、でも、あ、でも、ニオニだったら、あり得る。その証言が嘘ってことも。うんうん、あ、そのタコアルのニオニってことも。まあ、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 だったらそこさん通じちゃっていいです。別に俺はローラーされてもいらない気がしたね、今のだったら。どうでしょうね。てか、死んだのこれマジ直前だよね。うん。カメラついてたもん。今死んだの？みんなの。今ある2人死んでる？2人死んでますよね、多分。誰？アイちゃん。アイちゃんも。あ、本当だ。僕が発見したのはアルクさんで、O2 終わった後にカフェテリアの方に戻りに行ったら入り口付近に死んでいて。K さんとすれ違いました。枝さんがやってるところを見ました。 K さんはですね、なんか O2 の直すのもしてなくて立ってたので怪しいと思ったら、なるほど、やってました。まあロラでもいいし、 K さんから釣ろうかな。うん、これローラーでも大丈夫？うん、じゃあ計算から。え、でもえボタンないとかだったらあれだけど。あ、ごめんなさい、すぐ終わらしちゃった、入れちゃった。タスク終わってない人は？終わってる。あ、別に釣らなくても終わったね。タスクも終わりだったね。終わりだよ。すまねーけど、いやー違うんだよ、あとさ2人来ちゃったから殺せなかったんだよな。この試合なんかえらいパッション弱めだったなって思って、ずっと思って。もうカシオカはもうどうしてもなかったでしょ。あとさ違うんだよ、セキュリティ来るの1人だったら2人1人ずつ、あ、ケイさんもいたと。さ、いや、いたんですだから、で、思ったらタコさんとアルクさん一緒に来ちゃったから、うわーやべーと思って。あー、いやでもね、マジで切るタイミングなくてね、俺もタカシ終わっちゃうから誰かやんなきゃと思った。タカシさんは停電の前に殺してます。行くとこ行くとこ、今日は3人だったわ。うん、
あ、アルクさんやれると思ったらシーレモさん出てきた。でもそれは勝ち筋ってタコさんとアルクさん、このタコさんをローラーして、あ、そう、アルクさんまで出るみたいな。死ねえじゃねえかよと思ってさ。結構タコさんローラーしてるけど、計算ボタン押したら、ね、俺だとそう思った。そうだけど、でもタコさんマジで黒くなかったからごめんな、俺またカシオカアルクだと思ってたもん、ずっと。すまん、本当に。なんで俺なの。いや、もう俺はもうあの最初のアルクさんはメッドベイでタカシさんを殺して、エレクトリカルに停電にして、エレクトリカルに弁当で飛んで、俺より先に直したかったのかなっていうあれかなと思って。あ、なるほどね。怪しいなと思ってた俺は。俺むしろ停電 一発で俺が最初に直したろうと思ったら、チコタンが早くいてびっくりした。え、最初のエレクトリカルの切るは結局カシュガちゃん、メッドベイでしょ。メッドベイ、あ、メッドベイ、あ、そうなんだ、計算か。いや、なんかメッドベイで待ってたら人来るかなと思って、人来たから、あ、殺したろうと思って殺したいや、もうその通りです。みんな結構アドミンで前に来るしたよね。ん、アルクさんってさ、結構、あ、違う、アルクさんって釣られたんか。いや、アルクさんは、アルクさんは死んだよ。とりあえず、やけくそでもここで殺して、エダさんがこっち来ないことを祈ったけど、まあ、来るよね。アイちゃんか、アイちゃんのキルって結構昔だったんだね。あ、結構ね、放置されてた。オープンの前だったから。いい場所だったから。あ、マジか、セキュリティ見てたけど、うん、まあまあ、前に見てたから。オープンの前に死体があったの。エレクトリカルの前で。あ、違う、オープンの前に殺されてたよってこと。酸素のやつの前。ロアエンジンの前あたりだった。そうそうそう、あのエレクトリカルの前で殺した方がいい感じですか。廊下でこ、うん、まあどっちもどっちだからな、うん、なんか結構アドミン見られるから、なんかこう廊下は絶対見つかるから、うん、通ったら、まあ、そうですよね、うん、まあ有名なのとロアエンジンやる人とかだと普通に通るのだと 見えなかったですね。確かに、うん、いやでもマジでタイミングなかったな。セキュリティ見てて、アドミンからアイさんが出てきたと思ったら、またしばらくしてアドミンからアイさんが出てきたと思って、あれ弁当使ったって思って、ちょっとから危なかった。いや、でもカシオカがインポスターであんなに死なないと思ってなかったから、よっぽどタイミングなかったんだな。マジでなかった弁当移動ばっかしてて、ちょっと弁当の村の動きが良かったということで、じゃあ、そうだね、3人ぐらいの束でもいたよ。いや、でもあれか、やっぱ最後のカシオカ系は俺を殺しに2人で来たんだな。そうだよ。そうだよ。いや、1人カシオカさんやってもらって、いや、あれこいつら2人かなって一瞬思ったんだけどまさかそんなことしねえだろって思った、ね、もう1人だけだったら、ね、そう、もう1人だけだったら、ね、よかったんだけどね、2人で来ちゃったのよ。いや、あれ、いや、セキュリティの中にケイさんもいたってこと？いたよ。いや、違う、セキュリティの中というか、その道端で、まあ、外で、え、あれ、アッパーでタコ歩くとすれ違ってると思うんだけど。あ、全く覚えてなかった、俺。そこで一人だったら、あ、多分なんか、シュウカさんは薬島さんやるから、もう一人やる。直前のカシュウカちゃんが出てきて死体っていうのがだけで頭いっぱいになってた、俺は。こいつら俺を殺す前に、いやらしくも、カメラの前でダンスして、俺は。その時間を送って、早めにやってたら、もうちょっと。そう、俺がだったら、ワンチャン下抜けれてたんじゃないの。それはやらしいでもだ。いやー、ね、ちょっと楽しくなっちゃってな、ここは。そうだよな。ダンスしちゃった。いやー、よくなかったな、今の。早いね。ネキがナビゲーション。ナビゲーション。右行った人は、あ、な、ちょうど右の人かな。ね、これ私。ちょうど右だけど、俺はと計算は絶対しようかな。歩く枝タコはエレクトリカルいたんじゃない。カシュウカもいたよ。
だけ、うん、一緒に俺と一緒に入って先に上に行ってる、まあ、一番最後に正直エレクトリカルに、うん、いたはそこまで当てにならないけど、計算とずっと一緒にいたから、停電中もずっと一緒にいたから計算はやってない。で、仕入れもナビゲーションにいたんだけど多分証言できる。はい、どうぞ。ナビゲーションに行って私とラザニアさんにタスクやってて停電になって、私停電から出るときにたかし君とすれ違ってるの、ナビゲーション前のところで。自分その時ナビゲーションにとラザ、で私が喋る、はい、それもたかし君がナビゲーションに入っていくのを見てて、私は停電先に直した方がいいなと思ったから停電直して、ナビゲーションが気になったからまた見に行こうと思ってナビゲーションに行く途中にナビゲーション側から来るたかし君とすれ違ってるから、ほぼほぼたかし君かなって。え、それで白山さんが届く前にレポートがなったって感じだな、今。ナビゲーション。私はナビゲーションまで帰れなかったんだよね。そしたら、お客さんが見つけてくれた。白山さん、ラザニアさん、高橋さんで停電前にナビゲーションに。いや、それも違くて、停電前でも停電中でも、私とラザニアさんはずっと二人きりで、停電が起こって、私が、直そうと思って出た時に、高橋君が中に入っていったって感じで、停電中にナビゲーションの中入るのもおかしいしと思って様子を見に行く途中だった。あです。え、シールズ側、シールズ側ですれ違った。あ、ね、うんうん、最後の最後アドメインで見てて、ナビゲーションにエレクトリカル5、なんか他にちょっとパラパラしてて覚えてなかったけどって感じでした。まあ、シレも高橋屋久島をすれば絶対一郎は落ちる。うん、サンドラすれば、うん、でもなんかここまでする高橋くんだと思うよ。高橋くんかな、赤井さんに押してもらう？あ、連れてる。連れてる。俺も入れちゃった。俺も入れた。俺も入れちゃった。反論なかったけど。だからこのすんなり連れる感じちょっと怖い気もするな。これでチコタンとシレモンペア3ペア。ああ。そこにろ、そこにろ、そこにろはどうなんだろうね。おつ、はいはい、上司だけど、まあ、さっき変なこと言ったけどペアは無理だったね、うん、何もないです。ただまあ俺目線だとさ、なんだろう、俺がもしインポスターでレポートしてるとしたら、うん、俺は停電中にみんながエレクトリカルの方に向かってんの見てるはずだよね。だから俺その状況で俺がインポスターでわざわざ自分に容疑が向くタイミングでレポートしないと思うんだけど。いや、チコタンがインポーターだとしたら、高橋さんがナビゲーションから出ていくのを見た上で、中にまだラザネさんが残ってたから殺してセルフっていう可能性がワンチャンあるだけで、別に、チコタンがめっちゃ黒いとか言うわけじゃないよ。あ、まあ、それは分かってよ。うん。一応するメリットはある。なんかそういう状況だったらあるとは思う。だから、やれる可能性があってメリットあるし、でも、屋久島っていうのは。まあ、どっちかというと、シレモさんの方が今ならしいよ、俺的には。結構、細かな証言をしてくれたから。まあ確かに、うん、まあでも正直釣らなくてもいいと思うけどね。俺も釣らなくていいと思う。あっぱん、また2人殺されるような状況が起きたら覆えるから、その時は怪しむ。そしたらまあ全然優先的に釣ってもらってもいいかな。だからこの2人を覚えてるだけでいいです。うんうん、とりあえず屋久島シリもワンチャンぐらい覚えておいて。まあ俺は8割ぐらいはしたかなと思ってた。そうね、うん、特に反論もなく、うん、まあ、反論する時間もねなかったから、まあ、シリムさんが聞きたかったよね。シリムさんちゃんと私が喋るって言ってやってたのは白いなと思うけどな、普通に。やった。まあね、レポート力で抑え込んだかもしれない。前までのシデモさんそれできなかったでしょ。昨日成長する。まあインポスターでこれをやったとしたら成長が著しい。うん。それはある。
はい、はい、まあ安全確認もあるんだけど、江田さんどこから出てる？ん？いつですか？ナビゲーション。ナビゲーションどっから出てきた？いや、俺あのナビゲーションにタコさんと同時ぐらいに行ったらさ、見た。そう、誰もいなかったように上の視点から見えたからタコさんにちょっと聞いた。ああ。江田さんいた？中に。江田さんいたよ。なんだ、じゃあ何でもないで、多分影になってただけだった。あ、うん、多分カジカちゃんは奥まで入ってなかったの見えてないわけ。まあそれとあとはそろそろいいかなと思ってボタン押したくれるな。うん、まあ一人は連れてるでしょう。なんかまあ一人しか釣ってないんだけどね。連れてるでしょう。まあ連れてると思うけどね、うん、これでチコタンだったらすごいよ。なんか別に怪しいと思ったわけではないんだけど、あの O2 アドミン側すぐ解除したじゃん。うん、うん、で俺 O2 側見に行ったら治ってない状態で計算側の、あ、それは下から思ったけど、2人やその俺は目線ではその後下行ったら2人がいたから、俺あのその時下行ったら枝さんしかやってなかったんだよね。ああ、それを見守らずに上抜けてたのか。じゃあそう、それがなんでだろう。失礼しました。まあ、うん、はい、怪しいなら釣ってもらっても構わんよ。高三、高三か。今幽霊の方が楽にタスクできるからな。なるほど。はい、はい、ウェポンでタコさん死んでます。
停電なる前の皆さんの最終位置、停電なる前の位置聞いてもいいですか？シールもアドミン。うん、アドミン楽しんでる。停電直前ロアかな？その後セキュリティ。あれ停電？今って停電でしたっけ？今停電です。うん、今停電中。じゃロアからセキュリティって感じ。訳しますストレージ。アドミンのその前にいてそっからストレージ。ユダカフェテリアで誰だっけ、その誰か二人ぐらいとすれ違ってる。うん、カフェテリア一回3ついてたから間違ってないと思う。カフェテリア歩くカシューカだけ。停電なる前だね。カシューカさんはどこにいた？カフェテリアでずっと。あ、ずっといた？あ、ずっとあの円卓の周りで。計算はどうやってウェポンで死体を発見しました？うん、どうやって、アドミン見てナビゲーション1だったから死体かなと思って、下回りで、ナビゲーション1で死体なかったから今度上回りでウェポン、の方見て回ろうと思った途中で停電になって停電直しに行かなきゃっつって、あの20キルのあたり差し掛かったとこでレポート光ったんで、まあ、ちょっと詳しい死体位置見つける前に押し、まあ、停電中だったんで押しちゃったんで、はっきりどこっていうのはちょっと分かんないけど、俺がポンコツでした。まあ、とりあえずナビゲーションとウェポンをいちいち移動してるベントがいたからボタン押しに行こうと思ったんだけど、俺が他の位置は全く覚えてなかったから意味聞いた意味がなかったんで。も伊沢さんあんまそっちの方から来てない？伊沢さん俺そっちの方から来て行ってないですよ。あ、そうなんだ。それに、はい、まあ、とりあえず俺が言うのはシーレモさんがしろってことだけ。すまん、ポンコツだったわ。でも私もベント移動見てて同じ、そうしてたよ、ね、同じよ、ね、だったら俺白くない？俺一緒にいたよねその時。アドミン多分アドミン何人、3人がいた確かに。うん、うん、アルクシードもいたの見てるよ俺。まあ俺あれだよ、タスク終わったからセキュリティいるわ。オッケー、押す。はい、はい、押さなくていいかもね。タスク終わるよ。オッケー、消えたな。死んでんじゃん。俺のメッセージが何も伝わらなかったです。どういうこと？エカさんが電波から出るのが見えなかった。はい、とりあえずタスク終わったよボタンでしたがどうします？別にタスクでもいいよ。あれ？何？これみんな聞こえてん？ん？俺がベン…つんで？あ、枝さんの声今初めて聞こえたかも。ああ。ベントに入ったって。俺が弁当にっていうの話はいつの話？どこの話？ナビゲーション。ナビゲーション行ったっけ？そもそも。ほの字ってこと？ほの字のところ。ああ。
まあまあ、あの俺の見間違いし、あの床も白いし枝さんも白いから見間違いかもしれないから助けて、ね、床も白いなんだそれ。私あと3つぐらいタスク残ってるから、じゃあ知れますな。ねえねえ、ナビゲーションじゃなくてセキュリティのベントじゃないの？いや、そう、セキュリティのベントは俺は見えねえから。そっか。それ最後ちごたんが見たんでしょ？俺が見た。ボタン押す前でしょ？ボタン押す直前。え、枝さんを見てから相当時間経ってる。俺、おい、ボタン押しに行けよって何とかメッセージを送ったけど。あ、そうだな、停電の時でしょ？停電の前からやってた。あ、そう、なんか停電の時にカシューカが一回カメラ離れたから。あ、そうそうそう。ボタン押す直前なんだったら、とりあえず俺第3はアドミンだし、うん、K さんボタン押してるし、チコタンが見たって言ってるし、シレモンさんはさっきのキルやってない時点でもう枝さんしかいないんだよね。そう、だから枝さんがさっきやったみたいな。あ、なるほどね。これでね、終わんなかったら俺、やばいね。もう一度、すごいね。そしたら断罪と勝利をつってくれ。え、セキュリティの弁当って、ちなみに、カメラ開いてても見えるんですか？いやー、先端です。見えない。見えない。俺はカメラ見てない。ごめんなさい。じゃあカメラを閉じた、ん？閉じた。いや違う、俺があのカメラ見てた人が見たんじゃない。一緒にいるんだよ。カシューカがカメラを見てて、屋久島は十字路にずっといて、十字路から最後開くのが見えたっていう感じ。十字路から弁当が開くのが見えたんですか？それとも僕が現れたのが見えた？あ、それは見えてないです。あの影になってるところだけだと人は見えないけど弁当の動きだけ見えちゃう。あ、そうなんですか。そうですか。だからあのポジショニングだったんだ。あれ、ナビゲーションの弁当かどうか。あ、そうだから、あの愛さんが見てたのはあのカシウカがセキュリティでカメラを見てたから、あの屋久島があの十字路にいれば絶対どっちか死んだらすぐ通報できるんですよね。確かにお互いがそうか今とか。あ、でカメラ、でもカメラ開いて、あ、そこはどうせダメか。ちょっと、まあその前にあのナビゲーションのところの弁当からひょいって出てくるのか。あ、そっちもそっか。カメラ開いてたらセキュリティのは見えないんじゃなかったかな。メッドベイ側じゃなかったっけ、見えるのは。カメラ開いてる時にあの画面端にちょっとあるの。メッドベイの方見えるんだ。でも人まではわからないんです。うん。そうですね。弁当の動きだけが見える。あの位置から僕がベントから出て殺しに、カメラ見てる人殺しに行ってすぐベントに戻ろうとしたら、あの位置から見えるんですか？その十字路の位置から全部。あの殺してる瞬間とかは見えない。あ、でもベントが動いてる。そこはもうスピード勝負かな。うん、ベントは絶対見えるから。あのカメラが消えたらバレちゃうから。そうそうそう、あ、ちょ、ワンチャン見えないと思って試しに殺しに行こうとして出てきた瞬間にブーってなったんです。ナイスタコさん。うん、でも弁当動くの見えちゃうからすぐに役所は。そうだね、俺はすぐ行くかな。うん、弁当見えるんか、あそこバレちゃう。でも俺も、うん、ウェポンとナビゲーションで弁当移動してるの見て、ウェポンの方チラッと顔見てからボタン押そうと思ったら普通にやられちゃった、枝さんに。ああ、先に押すべきだったな。けど押しても絶対はぐらかされるだけで他がペアになってないと。まあそうね、まあ押した方が良かったのかな、やっぱり。まあどうなんだろうね。まあ余裕があったから、うん、タイムも余裕がなかったらさすがに今ボタン押しに行くかな。ポスターどうやって勝つんですか？どうやって勝つんですか助けてください。あの歩くカシウカがインポスターになったら多分わかりますいや、そこのペアがよ。あ、そう、ちょっとゆるくゆるく、うん、これぐらいだよね。けどペアなしは結構インポスターに有利だよ。うん、一回めっちゃインポスターのあの設定きつめにしてインポスターとかでもやってみたいんだけど。おお、3人インポスター新しい。3郎ね、結構面白いよ。やったことあるだよね。3郎ね、適当に一つったらね、やってない容疑者の人狼が取れたりする。まあでも3だとさすがにペアなしはきついかね。うん。あの、何回かやったけどさ、最初って3キル起こっちゃって。そうね、それが一番きついよね。そこであんまり絞れないかったらもう終わりだから。いきなり起きちゃう。でも今、クルーも上手くなってるから、もしかしたら。
やってみる。さすがに初手半切れだったら一人は正解って。まあ一回やってみてもいいんじゃない。どんなことになるか。じゃあ一回、やってみたい。ちょっとお願いします。すげえカオスかもしれないけどね。あ、部屋変えなきゃいけないのか。あれ。そう、インポスターの数は無理なの。インポスターの数は無理。あ、変えないんだ。カシウカ歩くラザニアでやってみて。いやだよ、ね、だよ、ね、絶対一緒です。ラザニアさんだけは嫌だわ。あ、マップに貼っちゃった。インポさんなのかと思うぐらいのキルを見せる。インポさんはね、最後まで潜伏してる人狼とかいるからね、なかなか難しいんだよ。あ、なるほどね。実際最後まで真っ白な黒がいる。マジでキルもしてないしって感じの。でもそれ強いね、実際。そう、実際強い。強い人が危ない危ない、気が合いすぎた。俺も消すとこだった。1クリスリーよりも、まあ、ボットに出てるから入ってくれた時点で、まあまあまあ、キルクールを50秒、50、うん、50秒、俺ら部屋は40秒だった、40、45とかでいいんじゃない。2.5にしてみる。オッケーオッケー、間を取ってね。タスクはちょっと減らす。タスク減らさなきゃ無理だよな、正直無理。タスク処理無理だろうね。23で、マジでボタン意識高めにしないと。そう、ね、テレ側がシビアな行動を求められている。近い同じとか、うん、どうだろう、うん、いや絶対来て、うん、視界は、あ、まあ、そか、まあ、ブルーをちょっと広げるだけで。あ、たかし君茶色になったの。あれ、本当だ。議論伸ばす。議論はいいと思うよ、ね。議論はね、あんま伸びてる。タスク223だったら終わるかもしれない。いけそう。終わるかもわかんないけど。まあこれでちょっと、ね。アルクさんとかカシウカさんは遠征とかに行ってるの。アマグアフの。俺ここしか来てない。俺他にも何回か参加したことあるから他の、あの愛さんとかシーレモさんが開いてたやつにバラさんと行ったのは遠征と言えるかもしれない。ああ、なるほどね。いや、なんかさっき3人ポスターやったことあるって言ってたから遠征に行ってるんだと思って。いや、あの役所俺はもう本当最初の時だよね。最初の頃はやってたね、シーレモさんとかとやる前。10人になった途端インポスター全然勝てねえってなったから、じゃあ3人にしてみるってなって3人はダメだって、もうその日ぐらいになってもね。それから以降やってないよ、うん。まあ、でも確かに最近インポスター勝ててないもんね。うん、出てないね。お願いします。お願いします。いやーす、あー、すぐ死にそう。でもやってるんじゃないんだよな。なんだって停電起きてるもん。速攻で3人死んでさ、もうありがとうございましたじゃね。これで万人されて死ぬんじゃないの。やだーやだーやだ、みんなやろ、みんな死んやろ。おお。あれ、こうやって。なるほどね。うん。絞れる絞れる。たかしさんの目撃位置は？エレクトリカルいた？いない。いないです。エレクトリカルいないんだ。最終のエレクトリカルが白、青、オレンジ、水色で、その前がピンクと紫もいたって感じ。あのね、出た、うん、シーダマさんどこいた？最後。停電なる前。最後。最後、今の最後か。うん。ナビゲーション。あのね、あ、じゃあそれぞれあの最終位置ってもらっていいですか？カシューカ以外、カシューカシーダマさん以外。俺ストレージで。最終ストレージかな。うん。アイエレクトリカル。他アイエレクトリカル4人が。うん、エレクトリカル。ただカフェテリア2だったので、カフェテリアでほぼほぼ高橋さんが死んでる。ほうカフェテリア、うんうん、だから俺目線はシーデモさんかカシューカンなんのかなって
感じ。で、シーレモさんとケイさんが、なんか、ピンピンや、あの、あれやってなかったっけ。ちょっとや、すごいいたよね。ピン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 って、隕石。それはシーレモラサニアじゃないかな、ウェポンにいたのは。いや、俺ラサニアさんだった。ケイさんじゃないか。いや、赤もいたっけ。赤いますよ。カジカさん、誰に行かれてよ。俺はシーレモさんに入れた。まあ、正直、三郎だから、これ、絶対釣るんだよ。でも、シーレモさん、そっか。カフェテリア2回通ったけど、てか、やっコタンだってありえるよ。俺が情報出す意味ないでしょ、たかしさんの死体の。あなたカフェテリアさんより先に出たよ。レポートじゃないから、薬島はここまで、まあ、疑いから外して考えてる。じゃあさ、カフェテリアに2回入ったんだけど、あの、ちょっと本当にわかんないか教えてほしいんだけど、今の段階で投票する意味、投票しないとダメ。三郎だから、7までいいんじゃないって。3キロ起きたら負けます。いや、3郎だから3キロ。7まで。そうです。次3キロされたら終わる。3人同時キルされたら、それで終わる。いや、そっか。じゃあ、緊急なるべく。いや、そうか。俺はでも、カシオカまで釣りたい、正直。これで、これでシーレモさんでなくても負けます。じゃあな、みんな。ちょっと期待は。だから、ボタン押せる人はボタン押してほしい。てか、ボタン押す、これじゃ押すわ。無理じゃないじゃん、やっぱり。鳴らされるよな。そこでなし行くしかねえ。7年かい。なるじゃねえかよ。これ釣るなら俺をした方がいい。いや、押さない可能性があったから。まあまあ、別に。押した。まあ。アドミ見てたチコタン視点で、うん、カシューカシューレモン釣れば絶対一郎落ちるんだよ。絶対じゃないかもわかんないけど。絶対じゃない、あの、その、ほぼ停電の、その、俺とシーレモさんが最後に停電中抜けてるんだけど、カフェテリアを。うん、で、俺はアドミに入ったよね、そのまま。で、そこで見たときにすでにカフェテリア確か1だった気がするから。あ、違うな。違う。ごめん、ちょっと待って。違う、その時は多分違うかな。俺の行動言うよじゃん。停電でエレクトリカルに向かって、停電後エレクトリカルで、停電なくなった後、タスク一つこなして、そのままあのカフェテリアに直行でボタンを押してるから、俺がカフェテリアに入ってボタンを押すまでの時間ってかなり短いよ。あ、でもごめん、あのね、そう、カシューカってね、そのカフェテリアが1になる、1になった後にカフェテリア行って押してるから。ああ。相当短いよ。そんなにアルキさん急ぐ、まあ急ぐ必要あるんだけど。あの、そう考えたらカシューカそこまででもないかもしれない。ボタン周りでピッてやって、あ、けどそれはないのか、1あったってことは。いや、それはないんでしょ。だってずっと1だったんでしょ。うん、ずっと1だった。なら、残した方がいい。いや、ごめん、そのね、アドミンに最初入ったタイミングで1残ってたどうか覚えてないんだよな。カフェテリアに。まあ、さ、いっちゃん最後にカフェテリア取ったのがさ、チコタン仕入れもなんだよね。そう。チコタンさん仕入れもさん、チコタンさん。いいじゃん。なんだけど。だからね。薬島の可能性は俺より薄いけど好き。チコタンイコール薬島っていうことを。あ、そう言ってる。大丈夫。あ、そうです。薬島です。うん、待って、じゃあ村の総域行きたい。これ、もう一人ずっと来たいですか、ずっと来たくないですか。その後に、情報が微妙なところで。あの、ちょっとあれだったな。そう、その、うん、アドミン最初に入った時にどうだったかっていうのがあったかな。まあでも俺、薬島がこれでなんだろう。容疑者から全員来ると思うんだよ。あ、とりあえず入れる。容疑者が釣れるんなら釣りたいから釣れないか。役者は白いことでいいのね。そのここでそういうのは。そうだよね。俺インポスターだったら釣りに行くもん、ね。釣りに行くでしょ。無理じゃない。
いやー、押さなくてよかったわ。けど、いや、でも、タスクが進まないな、これ、このペースだと。釣らないんだったら、もう正直、釣れてるって思って、まずやらないと、もう負け。無理だよね。あ、釣りたいとか、どういう話のつもりで押したんじゃなかったけど、じゃあさっきスキップにいた人誰、誰 ?3 人いたけど。俺はスキップで、カシーか。あ、まあ、そうだ、カシーさんは自分が釣れるかどうか。俺スキップ入れちゃった。枝はすみません、話をちょっと追い切れなかったので、スキップに誰に入れるべきなのか分かんなかった。これは正直ずっといた方がなんかまだ安心かなと思ったから、カシオカさんに入れた。あ、じゃあその2票割った方が悪くか。でもまあ俺目線ね、カシオカちょっと薄いんだよな。薄いんだったらもうじゃあ俺今度は入れないよ。信じる。あとついでに言っとくと、あの停電になった時に、あの俺はそのウェポンからそのボタンの方を通って、端っこの方通らないで来て、その時レポート光ってないから。え、だからそう、チコタンがカフェテリア通ってる間はまだ多分死んでないんだよね。多分そういう主張でしょ。いやー、そこは分からない。あの右下とか普通に右上とかで殺されてる可能性はあるから。これ視点から言うと、薬島があのタイミングでインポスターだったら俺を釣りに行ける、あのアドミン情報が曖昧だとかいうやつに釣りに行けるから。そうだね。それをやらなかったっていうのはすごく白くて、で、まあこれは勝手な俺の決めつけだけど、そんな曖昧な状況の中釣りに走ろうとしてるアレクさんはちょっと黒い。いや、俺は黒いというより、この3人人狼においてまだ人狼が3人残ってる可能性がやばいから、しらみつぶしに落としに行くのも同じぐらいやばいでしょ。まあそうだね。いや、今一応8人残ってるじゃん。うん。で、もし3人残ってた場合、カシオカさんを見ると、そう、今回無罪でも結構赤が、あの人狼が釣れてる可能性が高いんですよ。ああ、だから言っただけで、そう、もう信じるんだったら俺は別に投票しないよ。信じるよ。よし、でもカシューカで絶対1ってなるなら釣る価値はあると思うけど。いや、カシューカめちゃめちゃ薄いと思ってるんだよな、俺目線は。今回は入れてないぞ。俺も入れてないよ。今回スキップ入れたけど。投票はあの、しましょうね。はい。シールスメントベーセキュリティ、コミュ行きたくねえな。O2 直し終わって俺が出ていこうとした瞬間に計算が目の前で変えました。もうなんか興味が白いの。え、ラザニアさんも計算がやってるのを見てる？ラザニアさんシュッてなってるのは見たんだけど、結構、固まってたから誰かまで分かんなかったんだけど、まあ、計算なんか、まあ、俺はちょっと正直アルクさんとラザニアさんがごちゃっと、アドミン入り口でいたからどっちか分かんなかったんだけど、え、大津に行ったのはその、いや俺目線は絶対計算なんならラザニアさんはどっちかと離れてたどっちかというと。あ、そう、え、その4人だけ大津に行ったの？大津に行ったのはそう、この4人かな、多分アドミンだよ。あ、そうです、ごめんなさい、アドミンです、アドミンだよ、うん、ああ、そっか、私大津側に、壁ウェポンから向かってる途中だったから分からなかった。他の人は、あれ？他の人は、ここはリアクター側にいたから、屋久島、カシオカ、大津側行きました。うんうんうん、ああ、俺の思考ロックの悪い癖だけどな、俺、タコ悪くだと思ってるから。計算か悪くさんに入れるで。でも、シュッてのが見えるんだよね、キルすると。見えるし、一瞬、その死体の上に移動するんだよね。
まあ、カシュカさんがタコアルクを疑うのは別にいいんだけど、今回に関しては絶対に計算だと俺は思ってる。アルクさんまでローラーって言わない。うん？アルクさんまでローラーって自分からは言わない。いや、俺までローラーしてもいいよ。ちなみに計算目線はアルクさんで決定って言ったっけ？うん、言ってない。ラダニアさんは強かった。俺はいいよ。ラダニアさんかアルクさんか分かんなかったとこでアルクさんが、まあ俺黒塗りしてくんなら、俺目線はアルクさんで。俺はアルクさん入れたかな。絶対計算入れた方が勝てると思うけどな、これは。だって計算目の前で食ったもん。あ、やばい、なんかバグった、投票が。まあ、ローラーでも、ローラーするなら押しますが。あ、計算一応押して。押せる？押して。なんか、はい、O2 なったから、まあ、O2 喋っていいですか、うん、いやラザニアさんの話でいい、ラザニアさんの話、うん、O2 なったから入って治ったんだっけ、でだから出ようとした時に重なって死んだ。んそれは誰か重なったの、ネキも重なったの？私は、重なったと、でもちょっと離れてた気もするけど。ネキの目線では、ケイさんかアルクさんなのはもう間違いがない。うん、まあ、うん。ラザニアさんは O2 直して、戻るときに入り口を禁じて、直してない。入って、直したのは K アルクで直してます。ああ、でその後、まあ、入ってきたのがエダさんとラザニアさんで、ダウンロード付近で ごちゃっとなってキルを来てます、うん、ああ、そういうこと。カシオカさんは一緒に、とりあえずケイさんはアルクさん、エラクさんとケイさんの証言は私目線全くわからないから、そうだからケイさんまでローラーしたいのはしたいんだよ俺も。なんかそれがわかんない、ね、仲良し。でもなんかさ、そう今の話聞くとさ、あのネキは離れてたってことでしょう。ちょっと。ちょっとね。でも計算アルクさんとネキが重なってて分かんなかったっつったよね。まあごちゃっとしててね。うん。あ、なんかそれを聞くと釣り切りたい気持ちもあるんだけど。計算が離れてたって言ったんだよねラザニアさん。最初はちょっと。いや言ってないでしょ。あれ誰が言ったの？そうアルクさんじゃない言ってたのそれを。アルクさんが言った。うん。あ、じゃあ。あ、でもちょっとラグがあるっていうのはあるんだよね。まあまあまあ。ずっと言っておきたい気持ちはあるけど。俺はじゃあ言えたわ。ここともしてくれたから。どうなんだろうな。それで。じゃあな。2つ残ってるよ、負けなんだけど。ああ、確かに今5人だから、ね。でも1人は連れてるってこと。まあそうなっちまうよな。なっちまうな。そうなるよね。そうなるよね。なってそうなりますね。いやラザニアさんが食べてくれたら終わりだったんだからよ。ラザニアさんがやっぱりインポスターだ。そうだよ。かばっていってるだけで。三郎残ってたから。三郎？すげえな。だって仕入れ漏れ連れてないもん。仕入れ漏れ連れてないもん。終わりじゃねえかよ。ごめんね。誰だったの？あの時は。ハイさんとラザニアさんだよ。だからもうこれ1キロしたら終わりだよ。誰さんとラザニアさん？まあねー。まあなあ、お疲れ様でした。ナイスネキか。全然最初の時の容疑者に入ってないっすね。だって何もやってないもん。最初キルうまかったね。そうです。アイさんが。あ、そうなんだ。いや、ごめん、シルモさん。いやー。なんで？シルモちゃんが最初に。いや、この俺のアドミン情報かな。曖昧すぎた、すまん。それでシルモさん付き合ってんのもんな。でもね、俺はあのアドミン情報で、薬島が白だって確信したのは良かったね。
あだから俺あの勝手に役者アドペア作って起動して、あそうだね、勝ちに行こうとしたんだけど難しい、アレクさんがいなかったらやばかった、アレクさん会ってたね、アレクさんはまあほぼまあ俺あの場で2人揃った時点でダブルキルした勝てるなと思って、うん、そうそうで間に合わなかった、じゃあやっぱラタニアさん離れてたから言ってたのは計算じゃないの、あれいやそれはアレクさんだ、アレクさんだった、うん、あれああいやだから、ラザニアさんも狼だから、証言合わせたら、一体みたいな。ああ、そうか、アルクさんと、アルクラザアイさんか。アイさんは、ノーマーク。アイさん、ノーマークだったなぁ。最初のキルの時に、全然違うとこにいた。ああ。いや、最初のキル、すごい助かった。あれ、高橋さん、どこで死んでたんですか？開始10秒ぐらいでも、最初停電あったじゃないですか。はいはいはい。そうです、右あのカフェテリアの、右上のダウンロードを確認する。いや今回そこ見なかった、見てよかった。で、それを見てたら、ネキ釣ってたんだよな。それ言おうかなと思ったけど、さすがに分かんないなと思って。いやー、計算釣らなきゃよかったけどな。俺、右上やってから停電行ってたのにな、アルクさん。あ、アルクさん？けど、アルクさん。いや、俺、あそこ切るしかないよ。アルクさんは見てる。アイさんが。うん、いや下すら見てない。あ、見てないの？見てない。タコは歩くだと思っちゃうんだけど。正直俺あそこカシュガさん釣っても釣らなくても狼3人残ってることは変わりないから、どっちも良かったんだ。いやー、きつかったなぁ。今回は。さすがにきつくねえか、これ。だからタスク勝ち無理だわ。タスク無理だわ。もっと減らしてみる。このクルー側の動きをちょっと。うん、もうちょっとやってみたい。クルー側は強引に釣るのは良くないな。いや、強引に釣らないとね、強引に釣ってマグレでも狼当てないときついんだよ。3人残ってたら絶対負けるから、ね、狼を1、2、2。いやでも今のシードモさん釣った俺が悪いな。悲しいよ。マジで。いやでもね、自分の中の隠し色見つけるのは大事だなと思った。まあね。役者はさすがに白かったな。俺はでも歌手化するよって来てると思っちゃったもん。いやまあでもあのアルクさんも俺は途中からあれだと思ってたから、まあ、そこでカシオカの疑いは晴れてたんだけど、いやアイちゃんが持っといた方が楽だなって思っただけで、タンきついなマジ。アイちゃんが戻ってきてない。あれ、あどうする、あれ本当だ、人数足りてないよこれ。リーブで行くない？そういうことか。はい、あーまたネキとネキが頼もしいに味方が、あーボットが、あうん、うい、あ、パブリックになってる。あ、パブリック。やば。誰がホスト今。一旦抜けるわ。あれ、俺になってる。抜けます。じゃあ一旦全員抜けてもらって。いいです。あれ、俺も動かしたっけ？動かしてるよ。え、まだパブリックのままだけどこれね。あ、変えた。あ、変えた。いや、ん？変な人入ってきた。帰った。ちょっとトイレ行ってくる。え、今のところもう一回入ればいいんですか？あ、同じ部屋。あ、そうなの。はい。同じ部屋。同じ部屋。入力しなくていいよ。いや、でもキルタイム42秒って結構長いね。やって気づいたけど。まあでも、ね。裏元きついね。まあ、裏きついね。仲間3人だと安心感あるね。そうですね、確かに。なんかもう、アルクさんが強引に1人殺してローラーを持ってっても全然アドでしょ。俺、キルしたのすぐバレただけなんだよな。最後まで何もしてなかったし。まあ、まともにできなかった。投票のタイミングとかは、投票で3枚目です。ネキがいるタイミングでキルして計算と争ってんだったら違うって思うレベル。そう、そこに2をいるってことに気づけたら強かったね。でもそれ気づくの相当難しくね。
もう一人すられるのを信じてローラーするしかない。安全、そっちに思考が流れちゃう。まあ、でもあそこの場面、計算取らなくても、オーガム2人残ってるから、2キルされたら負けるんだよ。あの計算のボタンを押したところでラザニアさんを釣ればいいってことでしょ。その、そうラザニアさんでも釣るはずになんなくない？ラザニアさんは離れたって言ってるし、俺も離れたって言ってるから。次から俺はそういう発想でいいわ。それ自分信じない。何も信じる。あと、あれだね。村でああなったら必死に抵抗しよう。パッションで。釣られたら負けるから、ね。さっき俺最初もローラーされそうになって結構必死だったけど。いや、最初入れちゃいたかった。ね、あれ、タコさんが合わせてたからさ、俺いた。そう、あれタコさんが入れてくれたから、インポスター2人が多分。いや、けどあのアドミン情報信じて、まあ、2人どっちかで釣れるなら2人とも釣るでしょう。いや、ダメ。俺も。その人落としても何も釣れないんだけどなと思ったけど、その人落としたら釣れるんだねって言ってたもん。そう、それは明らかにそこでもうアルクさんかな一人はって思ったんだけど、で合わせたタコさん、うん、それは言わないよ。だって屋久島の情報が曖昧なんだもん。そうね、なんか怖いんだね。アルクさんは、アルクさんとでもそこでアルクさんとまあタコさんだなと思った。まあタコさん道連れにできたからいいね。クルーなのに。そこ釣りに行くのはやっぱ怪しいなと思って。いやでも三浪で1キロ起きてスキップはマジでや結構やばい。それはやばいね。もう絶対巻けるから。三浪で1キロ起きてスキップか。あ、これ部屋ってさっきの同じ。同じ。1キロ起きてスキップはダメ、ダメかな。いやダメだよ。ダメでしょ。じゃないとダメか。だって 3キルされて、まあ、3人で全員キル合わせるの難しいと思うけど合わせるかまあ、ね、バラバラか合わせやすい。あ、そう緊急ならして あとはまあクルーはねもうあれだよね、もうタスク勝ち無理だからボタン押しまくった方がいい。とクルー目線のタスク勝ちの方法は狼を1人か2人連れ切って後でタスク勝ちかな。まあそれはあれだけどそこまでいけなそうだけどな。まあ2人釣ったら入れるでしょ。あれあ、これアイコン押す？あ、ごめんなさい。ん？アイコン？ちょっと待って、いや、押さなくていい。なんでだろう。あ、本当だ。いや、一回止めるわ。なるほどね。でも、昔やった時はクソゲだったけど、今ちょっと緊張感があるね。ねえ、一回の会議で絞らなきゃっていう。あれがいや、ね、1回の限りで絞る必要はない。あの連続でクルクルタイムが40秒あるから、絶対ボタンを押せる。でも、誰も釣らずに放置って場面が多分起こらない。あ、そうか、キルクールのことを言ってた。さっき、あの計算ボタンを押したから、まず、ないと思ったけど、キルあれだから、全然。そう、絶対キルできないよ、ボタンまで。うん、40秒は。全然あれは関係なかった。集まったよ。はい。はい。インポスターやりたいなぁ。3人だから多いよ、確率。ねえ、そうだよね。確率なんて超えてゆけ。タスクやる意味あんのか、タスクがちできないのに。はいはい、最初のまあ10秒潰しぐらいで、あ、まあいいんじゃないですか。うん、うん、いいんじゃないですか。オーライマちょっと怖かった、ナビゲーションに誰か来たから。まあさすがに釣れないね。ここは何も話すことはない。エントとか情報なければ。タスク1個もできなかったわ。広いぐらいかな。マジ。タスク優先度は相当下げていいんじゃないの。なんでだっこ白いの、シレモ。ん？停電爆速で直してたから。ね、めっちゃ早かったから。あれシレモさんなんだ。あれ枝くん。え、停電起こったっけってちょっと思った。そう俺の予想はおかしくなったから。もう確かにタスクしようと思った時に停電になったから。枝さん白いね。うん、なんとかなんか白い。まあ、体も白いけど。体もね。うん。
やだな、死ぬかな。相当固まってないと。見てないな。しばらく見てない。リアクター多分最初の方だと思う。多分リアクターいた、そもそも。いなかったと思うよ。リアクターは。わからん。リアクター、俺とジレムさんと愛さんで直したよね。うん、合ってる。その後歩くくるくると私は覚え系だよね。やってたね。うん、いたね。ヒラさんと同時にリアクター行ってるな。そうです。その後ぐらいだ。それでどこで発見したの？いや、中央ボタン、中央ボタン。なるほど。自分、最後アドミンとかは見てたのって計算だっけ、うん、私、最後アドミンいたかな確か。なんかどこに下あるとか分かりそうだった。いやでもなんか変な位置にはついてなかった気がするんだよな。私もアドミン見たけど同じ感想。んあんまり。リアクターにいなかったんだったらどこだろう、ナビゲーションとか、最近ナビゲーション行く人はいないですか？右側じゃないかな、気もする。右は行ってない。通らなかった。あ、じゃあ右かな。初動右行った人とか行ったけど、なんだっけ、見てない。うん、死体はなんか特に死体というか、生きてる状態でも見てない。あ、うん、多分薬師間見た記憶がない。で、右行ったのはラザニアさんだけだった。いや、何、一人だったの？え、他の人どこ行ったの？一人はないっしょ。ウェポン誰がいた、誰がいた。で、すぐリアクターなったから直しに行っちゃったから。あんまり。でもリアクター来たの多分めっちゃ少なかったよ。え、奥、あ、まあ、後からは多かった。後からは、あ、そこ、俺が上やったからあんま見てないのか。あ、多分見かけられる前に終わったから、すってすぐ出たと思う。え、ラザニアさんに右の行った人の証言ない？持って押してみんなの場所整理するか。うん、スキップで。うわ、早い。これ押しちゃったから。じゃあ、人気かな。ザニアさん。どこで死んだよ。いや、わかんないな。ボタンだからわかんない。いなかったんで代わりに押しました。ありがとうございます、うん、ありがとうございます。矢田さんはいなかったんでね。矢田さんは来ない、うん、まあじゃあさっきの最終右初動か初動。なんか時期が分かんないからあんまり分かんなくなっちゃった。まあそう、最初は右行ったけど。いやでもそんなことない、そんなことないですよ。無駄はない。リアクターにいないんだから右取ってきてる、うん、でその後上からも下からもきっと戻ってる人がいるから右の可能性は高いと思う。
うん、コミュニケーションとかなったとき、俺ストレージ通っていったけど、その辺もしたいなかったし、逆に右通ってないんだよね、だから。届かんないから。まあ、実は右通ってきたけど、ナビゲーションとかは覗いてる。あ、入ってないのか。そう、入ってない。で、右を寄せてくだ、あ、はい、どうぞ、なんか。あ、いいよ、初動が歌集会へ出した。その後、かなりずっと一緒にいたから、白い。以上。あそこ2人。で、左行ったのがタコを歩く、愛さんと、もう一人誰だっけ？シレモさんだね。うん。そこも、まあ、初動考えるなら薄い。K は、右で。K、ラザニア・タカシさん？じゃあ右は。かな。K は、初手右上ゴミ捨てからダウンロードやってる途中でリアクターになったんで、さすがにアリバイないのまずいなと思ってリアクター向かったけど、割とすぐ直って、とりあえずリアクターまでは行って、あ、いっぱいいるなと思いました。さっき初動右聞いたときに言わなかったのは、え、言ったと思うけど、あれ、ポンテ。高橋さんは高橋は最初にダウンロードや、カフェテリアの右上のダウンロードやって、で、リアクターは遅れてつきました。あ、いたんだ、リアクターに。まず左方向にいた。その後、セキュリティカメラ見てましたね。リアクター終わった後。ラザニアさんは。ラザニアさんは。あ、右から行って、でもリアクターも向かったけど、着く頃にはもう。ラザニアさんに押してもらえば、アイちゃんじゃなくて。あ、そうか。今回はラザニアさんの予定だった。もう一回押さなかったらもう、だいぶ。して、それじゃあ。また押さなかったら。うん。また押さなかったら、押す、押す。一番最初だよね、うん、ゲームが始まって、うんうん、ゲームが始まって、うん、じゃあ大丈夫、今さっきの、あの薬島が死んだ日、あ、そう、薬島さんが死んだ日、チコタンが死んだ日、死んだ日っていつだ2日目かな、ボタン、最初ボタン停電爆速で直ってボタンを押したじゃん、2回前のスタート、2回前のスタートさっきはあの計算がいきなり押したでしょ、その前リアクターなった？そう、リアクターなった、最初リアクターなった日。で、初動右になっていったでしょ、うん、ゲーム始まった最初は右だったけど、ゲーム始まった最初じゃなく、その、いや、うん、リアクターの、リアクターの友達があった日。最初じゃない。あ、は、カフェテリアから下行った気がする。うん、あ、うん、で、カシウカちゃんがアドミン入ったのは見た。うん、てか逆に誰かラザニアさんをどっかで見たりとかないの？こんだけ人数いて誰も見てないの？俺か、アドミンで見たな。ストレージでリアクター行く。いや、けどさっきあの日の、あの日の直後の子に話聞いて初動右って言ってたから。そうだね。まあ、右って言ってるはずよね。その証言は。うん、なんか今日投票するか、もうずっと白に。結構ボタン使っちゃってるから入れたい。絶対誰かを正直釣りたいんだよ。私に入れる？だったらラザニアさんだ。うん、一番黒い。なんかな。じゃあ私に入れればいい？何それ？え、お、誰が怪しいとかないですか？え、怒ってんの？ラザニア目線。いや、わかんないから。なんか。あ、じゃあ大丈夫です。してくれればいい。言葉出なかった。うん？いや、けどこれを、うん、入れればいい。いや、入れずもなんでいいと思うよ。思うよ、多分。はい、オッケー、入れた。さすがに。これだったらもう、まあ、外したらもう負けだからいいんじゃない。わかんねえ。何この表。自分も入れてるじゃん。え、だって入れろって。え難しいが。
死んだ。アルクさんに先に。ヘラさんなんか証言あります？リポートされちゃった。証言も何もアルクさんがやってるのを見た。もうエダさんと以上。エダさんと俺のローラーで大丈夫です。アドミンで。アドミンです。か、私シレモさんとエダさんとずっと一緒にいてなんか調べるかなと思ってたけど、アルクさんも近くにいたから、まあアルクさんまでビシロと思ってたけど、二人どっちか鬼なんだね。どっちか。え、私と。シレモさんと。シレモ、アイ、エダはずっと一緒にいたんだよ。ね、だから一瞬離れた好きだね。アドミンっておかしくて。まあおかしくないよ。僕たどり着いた、たどり着いた瞬間にやられ、やってるところ、うん、やってたよ今。あると思う。シレモちゃん、レモちゃん、あると思う。コミュニケーションのタスクやってる間に枝さんちょっとさっといなくなったから。ね、え、だから勉強じゃないの枝さんがやるとしたら。いやいや、俺普通につ つけるよ。普通に多分すぐ上に行けると思う。でもアイちゃんもそういう仕事じついたし。いや、まあとりあえずローラーでいいとは思うんだけど。そう。コスね、俺ずっと最初はエラさんと一緒にいてさ、白目に見てたんだけどね。どっちからでもいいよ、俺は。うん、いや、私もちょっとわかんないんだよな。エラさんちょっと白目だけど、でも最初リアクターの方行こうとした時に全然ついてこなかった時もあったし、そうじゃわかんないからローラーする。俺は、まあ、ただそのさっき3人ずっと一緒にテキルされなかった。それは関係ない。多分それは多分純粋に関係ないと思う。関係ないと思うけど、まあどっちからでも大丈夫。いや、そうじゃなくて、エダさんと本当にずっと一緒にいたから。エダさんはなんかない。まあ、3人で一緒にいたんだったら、それはキル起きなくても、確かに。うん、それはキル起きないの普通だと思う。あれ、その話はもういいと思います。エダさんのファッションが聞きたい。他のファッションも何もね、状況が何ももうアルクさんがアドミに着いた瞬間にアルクさんやったっていうだけでしかない。アルクさんに入れたわ。いや、俺からでもいいよ。どっちでもいいよ。枝さんまで釣ったら絶対一路落ちます。枝くん押せる？今と押します。ありがとう。ゼロ落ちてるの確定と。いや、確定じゃない。え、だって終わってない、終わってないですよね。ああ、そうだって、だってあのキルクールタイム40秒だ。いや、違う、3対3になってる時点で。ああ、3対3になってる。あ、そういうことってことはアルクさんか、まあ、ラザニアさんか、ラザニアさんか。あ、そっか。でもここって枝さんつったとしても二郎を二郎ダブルキューで終わりみたいな。え、やば、どうしようかな。俺もまだ実験とかさ全然慣れてないからさ、手売りがわかんないんだけどさ、個人的にはローラーをしないっていう選択肢を試して。おお私はローラー完成派だな。皆さんのファッションでね、あ、安心したかった。でも確かに枝さん白いんだよね。初日のさ停電もさ超爆速で直してるしさ。あ、確かに。その経歴はあった。確かに。動画それしかなかったから、俺枝さんにずっとついてってたの。そしたら動きが白かったの？いや、動きは分かんないけど、殺されなかったってだけ。別にそれが白とか黒とかそんなにないんだけど、まあでも。まあ、シーレモさんのその情報しかさ、あの他よりも白そうな人っていうのがいなかったから、俺は勝手についてって。あれ、カシウカさんだよね、今言ってるの。あ、そうそう、カシウカ。でも枝さんは私も投票しないに決めようかな。でもだから今後一切一生疑わないにするしかないと思う。今釣らないんだったら。私はローラー完遂派だから枝くんに入れちゃうね。お任せします。お任せします。自分の信念に、自分のやり方に従ってもらって構いません。枝さんはじゃあどこにいる？確かに枝さんから怪しい人みたいな。枝さんはどこにどこに入れる？
自分を落とした方がみんなが安心するからいいと思って自分に入れるのかスキップに生き残りたいからスキップに入れるのか基本的に生き残れた方が勝つと思ってるからもちろん生き残りたいですよねそれは生き残りたい生き残りたいですよでもまあ皆さんにお任せえ怪しい人みたいな皆さんしては白い人みたいないないわかんないかうん一人投票してないのはやばいすみません僕だ自分自身なるほどわかんないね疑心暗鬼いやわかんねえ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 やる気すごいよねって思ったあー変かこれはい待って江田くん待ちあい来たあ来たとティレモが、はい、アイちゃんの死体をメッドベイで見つけましたどのメッドベイの奥の方、手前の方。手前の方です。え、他に死んでる人いないよね、今ね。セキュリティ見てたのって誰かな。あ、私です。セキュリティに 2になったタイミングは誰か来た。うん、実はあって、それがたかしくんなんだよ。たかしさん、そうなの。自分はメッドベイ奥の方にいて、で、そのままちょうど愛さんとだからすれ違いだから。その後に入ってきた人かだと思うんですよね。たかしくん、リポートが鳴る前の最終位置は？今カフェテリアです。ん？あ、もう本当にちょうどカフェテリア。いや、あのセキュリティでたかしさん2人になった後、シーレムさんと2人になった後、メッドベイに行った。あ、ごめんごめん。セキュリティでって話か。ごめんなさい。私が勘違いした。セキュリティで見ててメッドベイに2人になった時に出てき一緒に入ったのがたかしくんなの。あ、し、あの愛さんと2人で入ってた。うん、2人でっていうか先に愛ちゃんが入ってて、あ、先にたかしくんが入ってて、たかし、愛ちゃんがそれを追うようにして入ってったっていうところまでは見た。セキュリティがね、ランプ消えてから俺はセキュリティに見に行って、誰を、あの2になってランプ消えたから死んだと思って見に行って、でそこからさらにアドミン近くまで戻るぐらいの時間はあった。うんうん、で私もアドミン見てたんだけど。あ、じゃあセキュリティからアドミンに行った。そうで、メッドベイが2から増えなかったから、でキルフラッシュも見てて、だからもう、たかしさんは、あ、じゃあ枝さんは白い、ケイさんはどこ行った？俺は、ナビゲーションにおります。たかしさんすればいいの？わかんないえ、押せる人、ケイさん押せるよね？俺ないよ。
あ、シールも押せる。あ、すいません、俺も。まあ、いいでしょ。まあ、あと一郎でしょ。まあ、なんとかなる気がする。なるかい。一票入れた人偉すぎ。ねこれ。偉すぎ一票。わかりました。シールもありがとう。高橋さんは生き残ってほしかった。どっか入れとかなきゃダメでしょ。誰が高橋さん入れてたの最後。俺入れたよ。あ。結果ほら。いやさすがにスキップ多いかなと思ったけど。ポンコツすぎた。俺とラザニアさん。あと俺とラザニアさんと高橋さんだよ。でもラザニア本当に何もしてないからね。そうだから俺さチコタンめっちゃリアクターの前でやってんのにさ、ラザニアさんが疑われちゃったからどうしようかなと。え、リアクターいたの？リアクター いないんだけど、あのね、運が悪かったんだよね。俺がアドミンで見た時にリアクター1だ1でエレクトリカルとかにもみんな行ってたから、やべえと思ってリアクター見に行く時にすれ違ったのが、あのアルクさんと、まあ、アイさんとタカシさんだったのよ。だから3分の2がねインポスターだったいやーでも動画しなくてよかった。よかったね。いやそうだから、うん、だから多分ね、さっきラザニアさんが右の行動をちゃんと正確に言ったら、そう普通に言ってたらまだ、実際にこれを、そんな昔覚えてないんだけど、なんかそれが白い気もした、ちょっとわかんないけど、いやーなんか表現ぐちゃぐちゃになったからもう、これがラザニアさんの言ってたら、そうそう、これが全然関係ない人が釣られる。あれ、アイさん、俺がリアクターホーム行ったの見てなかったです。え、誰ですか？屋久島が、黒があのメッドベイの前ですれ違ったんですよ、ね、あ、最初に死んじゃった時。そうそうそう、いや、あ、見たのかな、ちょっと。そう、メッドベイですれ違ってて、まあ3人すれ違ってるから、まあ最悪死んでも大丈夫だろうと思ったら、誰も情報出なかったから、まあね、あいつら全員インポスターかって俺は思ってたでも正直あれじゃない、そっか、私以外はインポスターだった。まあね、いや、まあでも今これたまたまラザニアさんが赤、あの黒だったからよかったけど、あれ違ったらね、これ実際にラザニアさん何もしてないから村人の可能性もあったし、けどまあだいぶ浮いてたらっていいでしょう、三郎の時。村人だったらね、どこのタスクをしたとかそういう発言が出る。まあ出るのかな、シレモさんガチで忘れるからな確かにね、シレモちゃん結構忘れる。いやなるほどね、忘れる、忘れる、フローラーはやっぱしない方がいいわな。3回ぐらいで、まあ、あとまあシレモさん、あのなんかあの枝さんとアルクさんローラーの時、枝さん行けたみたいなの言ってたけど、あれ実際だってお互い枝さんもアルクさんも見てるんだから、行けてんのは間違いないから、行けてんのは間違いない、そう、そこは別に疑う必要なかったよ。おさ、遠いのに頑張って行ったなと思って、行けたんかなと思って、アルクさんからもう出てきたけど、行けたっていう結論でもうすぐ終えたかったんだけど結構長引いてしまった。そうそう、でも結構三人狼でも行けるね。まあでも面白いね、まあ、今のじゃない、最初のラザニアさんが当たったからよかったあそこ外してたらもうやばかったからな、負けてるからそこ、信じれる人を見つけるっていう感じですね。いや、これ歩くか中間を2人で押してたから、でも俺が結構ね迂闊な行動、いやでも俺でもいやしたいちょっと怖かった、そこら辺は。これでもあれで今回勝利一番のファクターはシーレモさんだったんだけど、やったー。でもなんかあのシーレモさんがそうそう、あの枝さんが直したっていう証言で俺も知って、ああそうね、あれだ、そう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 、うん、あれめちゃくちゃ良かったよ。あれをまた忘れずにあそこで出したから偉いなと思った。今日本当シリモさん今日されてんなと思った。そのおかげで俺はローラーもやめたし、あーローラー私完成派だから枝さんにポンって入れてるよひでえひでえ、あの速さで直すのはマジでメリットないからな、インポスターが。リップで今日忘れてるって言ったのは、なんか根拠があったの？ローラーが安定って感じでもないから、はい、でも三人狼スピード感って楽しいかも、私好き。そうね、サクサク、まあね、三人狼やるなら正直ね、このマップよりポーラスの方が多分ね、まだあーポーラス、うん、いや、俺今俺このマップあるのよ、ピーチョな。まあでも、まあ、ミラじゃなければ私は別のマップ。ポーラスめちゃくちゃ難しそうだわ。ポーラスはなんか3だともう絞れなさそう、マジで。村側めっちゃむずそうで、いや、まあ確かにそうかな。ポーラス一戦やってみる。いや、俺は宇宙船。いや、宇宙船でいい。3なら宇宙船でいいかな。オッケー。敵がね、ちょっと慣れたい。人がいないと難しいね。私インポスターやりたいの。俺村がいいわ。やっぱ村楽しいよね。村になっちゃうもんね、いつも。
大事なやつ。はい、まあ、みんなスキップ入れようぜ。はい。うん、はい。これでクールタイム45分。しかし、あの C を飛ばせるのは知ってたけど、C の時に誘導してたら、その時移動してる、できるんだね。そうだよ、できるよ。え、そうなの？ C の時移動してたら。C の時に、C ってまあ、多分スイッチとかスマホはタップとかしておけば、C の画面飛ばせるんだけど。飛ばせるんだけど、そこでもう移動キーを押しておけば、もう最初からもう、ウェポンとか入ったりできる。謎は受けたんだけど。それでなんかやたら早い人いるのか。最初全然聞けなかったんだけど、なんで押したんだっけ。あ、もう単純にキルクールタイム伸ばすためにでしょ。あ、始まってすぐは10秒で。あ、そうなんだ。そうなんだ。か最初だけ短いんだね。今から40秒になる。いつもだったら30とかだから、そこまで、うん、まあやらなくてもって感じ。俺さっきインポスターやったけど、40秒マジで長いから、長い。2回ぐらい。サブタージュ挟まないと開けないから結構辛いよ。最初はめっちゃタスクやろうと。そうね。押さえないってことですね。40秒は無敵で。40秒結構強い。10秒でできること。はい、やばやべやべやべ、もう立ってたか。いや、立ってると思うよ。マジか、すまん。こっちアドイン見てた人とかいるよね。見てた。リアクター1ついてたよね。リアクター最後まで残った人とか結構痛いよね。あれ、発見した人場所は発見したね、ボタンの、あ、いや、場所わかんない。え、薬島さんはアッパーエンジンで扉越しに見た気がする。間が見えた気がするから。アッパーエンジン どこから見たの？ね、メッドベイの通路からアッパーエンジンの通路。じゃあリアクター、まだったのかなだったのかちょっと微妙だけど、その文字は見えた。他にじゃあそれいつリアクター、それを見て、俺はアドミン見てちょっとして押したぐらい。だからまあ、リアクターが鳴った時はず、うん、結構見て、この薬島さんって言ってよね。俺とシーレモさん、直せた。足床シーレモじゃ多分これ下全部左だね。うん、私結構直近で、で、エレクトリカルに私と江田最初にいたから、江田さんはやってないと思う、うん、今回。リアクターに来なかった。俺行ってない、タコ行ってない。そう、そうね、タコアリクさん見てない。うん、あと、ナビゲーションで最初タスク行ってた、やったから。これ釣らなきゃいけないよね。うん、こう歩くサイダーさんには入れない、私じゃ。容疑者多い。あ、多くない。正直、カシオカさんとか、その辺にしないの、左行ったのか。でも左行ったけど、別に俺普通にあれだよ、うん、ウェポンズの方まで行ってるよ。まあ多分殺してから行く時間はあったと思う。容疑者何人だ ?40 秒だからそんなないと思うけど、ね。タコ歩きやってたよ。容疑者6人、まあタコ歩くがないなら下の方の似た枝合い何だろう。タコさん、タコさん以外で、さんタコさん、どうしよう。私は橋岡さんに入れます。俺はタコさんに合わせないとダメだね。やばい、タコさんに。ちょっと待って、俺違うって。あ、お入れなかった。いや、これスキップはマジでやばいぜ。押しまーす。押すなら誰かボタン、誰かボタン。あ、右の4人の誰かがいいな。橋岡さんに合わせます。右じゃなくて左ね。
さ、私右と左を間違えてたんじゃなくて、うん、今投票順、ごめんなさい、今この人がタコあるかな、枝って左に並んでて、みんな一緒、ね、これで。今あの場所とか、そうそうそう、カシウカさん、高橋さん、チェイさん、ルザニアさん、ああそうだね、俺もそうだ、容疑者で右にいる人4人って言った。まあ、でも大さんと枝さんはいなかったんだ。アイエダはエレクトリカルに2人で行ったんだよ。タスクしてて、お互いに目視してるから。うん、まあ、キルしてないインポスターの可能性はあるけど、うん、あの今回のキルしてないと。まあ、そこの二郎の可能性もあるよね。あります。俺はもう。タコさん、アルクさんはもう完全に、まあ、そっか、右で。ね、俺別にタコさんは白だ。最初のナビゲーションに行ったぐらいだから。アッパイに行ったんですか。アルクさんも俺、タコさんも全然見てないからさ。アルクさんがアドミンから出てくるのは見たよ。俺今回右しか行ってないもん。アドミン入ってたよね。でも、うん、アドミン入った。右の方見れてる人もいないでしょ。いや、俺初動からずっと右のビデオになって。あ、高橋。シルモさんはあれだね。俺と一緒にアドミンあのリアクター解除してるから。シルモさんもチコタンも見てないし。高橋さん、チコタンの話聞きたいな。高橋さん。はい。高橋は。最初に右上カフェテリアあった後はもうずっと左ですね。リアクターに、あとはローアエンジン。行った？リアクターになった時行った？あ、行きました行きました。で、その後は？その後ローアエンジンです。で、そのままストレージの方に行ってる時にエマジェンシーコールですね。うん、最初ウェポンやってリアクター行って、その後アドミン見て、アドミンのところでタコさんとすれ違ってんのかな？タコさんいたかな？いて、まあ、リアクター1だったから、まあ、行った方がいいかなと思ったところで中央のボタンなってます。超なんとなくラザニアさんのなんかファッションなんとなくいいかな、なんか白いかもって思う。まあラザニアさんつってもいいね。リアクターから出てからさ、じゃあ俺はもうわからん、入れるわからん、え誰わからん、ごめん、上のところやってて、K さんが釣られんの、俺が当たるの、が釣られんのか、3位アドミットを出してくれたのに、 K さん薄いと思うけどな。ごめん。これインポスターに合わせてると思うから、じゃあすぐ押そう。誰か押してください。俺当たるの？いやまあ愛さんとかがあれならしょうがないと、インポスターならしょうがないと思うけどね。俺当たるの？愛ちゃん結構主導権握り始めてるから怖いね。はい、計算薄かったか、ごめん、ちょっとその理由を。計算入れたの、アイさんと誰、私、あと自分が入れました。いや、その薄いっていう理由がちょっと分かる。いや、じゃないです、まあ、確かに正直アイさん、正直みんな黒いっちゃ黒いんだけど、うん、一応計算と高橋さんはアドミンいたいの最後、アドミン、あ、高橋さんじゃないっけ、誰だっけ、計算と誰かもう一人。直前ならタコかな。俺がな、な、鳴らす前だったら。タコさんか。うん、そうだから計算アドミンですかって一応見てるから、まあ全然殺した可能性もあるんだけど。誰がいいと思いますアルクさん。でも、一番怪しいのはカシウカさんからザニアさんだと俺は思う。枝さんじゃない。高橋さんは。それはなんで？ん？高橋さんはどう？もう自分全くこう。白と証明できるものがない。高さんもだね。そうだね。なんでそこ外すのか。高さんも怪しいよ。まあ、俺は。いや、高さんも怪しいよ。カシオカさん、なんか推理あります？ん？推理？なんか推理怪しい人。いや、なんかそれがない、ないとちょっと怪しいかな。視界見つけれてないよ。ちょっと一回、視界上がってるから。一緒に解除したじゃない。最初、シレモさんと。解除したんだよ。で、俺先に外に出てて。で、アッパーエンジンの方通って行ったんだけど、タコさんも役者も見てないの、ね、よ。それおかしくない、だってタコさんがさ、だってアッパーエンジンで。だけどタコさんも見た、俺。いや、いや、それ、いや、それが、それがアッパーエンジンの方行ったのは閉じ込められてる時だったから、で、そこで役者さんだと、もちろん見て、引き返してるから。でもそんなことは、私、ローアエンジンでタカさんだっけ、見た覚えがないんだけど。そう、俺も見たことない。あ、アルクさん近いですね。これ絶対勝った方がいいんだよね。
思います。それは高橋釣ったほうが俺はいいと思うよ。俺はいいと思う。俺は釣らない、釣らない方がいいと思うけど、全然だ。うわ、バラバラや。めっちゃバラけてる。正直ね、あと1キロ起きて負ける気が俺はちょっとしてる。押したい押したい、誰か釣ってワンチャン黒っていうのをかけた方がいい。ボタンを消費しすぎてるね、これ。票ばらけすぎて。どうすればいい？無投票は正直頭悪すぎるぞ、マジで。まあ投票のやつはこのゲーム終わったらちゃんと言おう。私もいけないことだと思う。これは本当にちょっとひどすぎる。インポスターが2票合わせられたら終わりだからな、こんなの。ゲームとして成り立ってないよね、こんだけ投票する。これはちょっとひどすぎる。うん。1回ぐらいは別にまあ俺とかもやるときはあるから、しょうがないけど。タスク終わったわ。来ないね、やっぱ。え、アイさんインポスターなの？ぽいよね。いや、私知らないけど。ああ。はい。アイさん釣れたのか。ナイス。アイさん、アイさん食ってるカシューカちゃんを買う。そうだよね。カシューカさんだよね。はい。タコさん、タコさん、釣っていいと思う。ん？タコさんがやってて。あ、うん。アルクさんとか右の方にいたいと俺の位置は見えてると思うんだけど。ね、正直俺ね、計算で釣れてる自信なかったから終わるかなと思ってたんだよね。まあ俺もレポート連打してたんだけど、だからまあ右にいたね、俺とりあえず。3人ぐらいは右いたよね。アルクさんと枝さんと高橋さんと。いや、タコさんも右に左にいたじゃん。俺はメッドベイの入り口にいた。で、右の人から見えてる位置だと思うんだけど。どこで死んだの？ん？左左。アップアイテムの方。アップアイテムタコさんどうやって見つけたんですか？いやまあ、いや普通俺からは両右も左も見えてるから、俺はレポートは左に行ってレポートしただけで。アイさんがちょっと左にずっと。俺がメッド入り口の方にいたの見てるよね、みんな。あの状況見てないでしょ。見てないのは。おかしいでしょ。見てないでしょ。けど。だって左にいたんだから見てないでしょ。見てない。タコさんは僕の画面の左端の方にいたような気がするな。だから。左端の方じゃん、だから。で、その左にカジカちゃん、そっちの右の人からは見えてなかったでしょ、多分。そう、そっちの方で起きてる殺人に対してタコさん言ってるんだったら、タコさんはやってないとは思うな。しいんだけど、ずっと画面には見えてたと思う。だからカジカさんに入れたらいいと思う。確かにカジカさん画面に見えてなかったとは思う。うん、だから俺はタコさんが入れてくれたらいいよ。そこで、多分ね。いや、ローラーは許さない。俺もタコさん釣るしかない。まあ、状況整理しておくと、計算一郎だったんですよ。だから今2人いるのね、この状況。この状況2人いて、うん、まあ、俺はカジュカさん釣ったら、一郎もう消えると思うから。で、そこでラザニアさんが悩んでるのは、ちょっと、うん、けど、まあ、5人で一郎バトル、頑張って死体探そうとしか言えないから。マジ危な。意外と2票。いや、これインポスターの2票でしょ、だから。ああ。じゃあ、これで。でラスト1でいいですか？あと1、1人だけ。いいですね。本間どうかと思う、このゲーム。殺したかったけどな。本間どうかと思う、このゲーム。計算インポスターなの、結局。そうだよ。インポスターなんで。何もしてないです。そうなんだ。本間どうかと思う。あ、ここでそのまま喋れるのか、スタイム。そうだよ。まあでも今、本当に分かんないと思うんだけど。すげえアリバイあった。おい、で、ラス、ラス1なのかな？でもラス1か。とりあえず押したけど。そのボタンはタコさんを釣りたいっていうボタン？いや、別に議論いるのかなと思っただけだけど、いらないならスキップでも。それ以外は何とも言えない。まあ俺は右にいたんで、正直まあ見えてなかったんですよ。どこで死んだか。アルクさんと右の壁側にいたのアルクさんと枝さんと。あ、カフェテリアのところで壁にぶつかってはいた。あのメッドベッド側の通路でだよね。うんうんうん、うん。高橋さんは左にいた？いましたね。あのさっきのやつですよね。さっきのやつ。あ、ね、高橋さんも左側にいた。はい。ああ。
え、左側にいてやれるの見てなかった？ほんまどうかと思う。どこで死体発見したのかがちょっと把握できてなくて。左にいたって、あのメッドベイの上の通路ではにはいたんだよね。あ、はい、そっちです、そっちに。それで左にいて、あれを見てないってやばい。え、高橋さん撮ったらいい。高橋さん結構ドアの近くにいなかったっけ？閉じられてて、ドアの近くに。あれ、じゃあ4人とも色覚えれてないんだよね。で、左側は多分カシュガちゃんとアイさんだったと思うから、そのさらに左にいたっていうなら高橋さんが食べてる可能性もある。いや、それはない、絶対食ってたの。ないのか、ないのか。なるほどね。じゃあさっきカシュガさんに入れた人誰？カシュガさんに入れた人、いや言わないでしょそこない人は。まあ、入れるの遅かったのは枝さん、ラダニアさんだったけど。いや、まあもう正直一度連れてるって知ってるしかないから、みんな頑張って死体を探しましょうかな。これは別にスキップでいい、うん、スキップでいいと思うよ、うん、みんな頑張って死体探して。ボタン残ってる人っていいのかな、これ。あ、自分残ってます。じゃあなんか高橋一体、うーん、あ、でもどうだろう、わかんない。ちょっとわかんないっす。難しいね。役者は死んだのも左じゃないです。タコさん、アッパーエンジンのさ、右上のドアで俺とドア越しに対面してたのに、俺が右行った情報を出してくんねえのかって思っちゃった。まあ、結果連れてるからいいし、俺も絶対あそこ連れるからね。まあね。まあでもやるんだったら。あ、ラザニアさん、これは。これはまずい。まずいですね。計算になぜか入った2票がナイスすぎたな。あれ、俺納得いってないんだけど。レイヤーで入れちゃった。もうマジでアリバイあったのに連れられたの。本当に。終わんなくて。本当に。まあでも俺もね、話聞いてて計算にアリバイがあるのは分かんない。え？いや割とタコさんとは交差してたんだけどな。いやでもだって最後は違ったわけでしょ。でも最後はあとタコさんと一緒に。アドミンからボタンまでだよ。違ったのは。ああ。あのタコさんと一緒に行動してたっていう情報が俺入ってこなかったわ。なのになんか。だからそこまで言わなきゃいけなかったんじゃない？違うか、2キルか、あ、うん。はい。タコレポートでーす。まあ、諦めてるっぽいから別に言わなくてもいいから。え、ずっと俺はこううろうろしてたのに。まあ言うと、まあ O2 会場側俺タコなんだけど、その前にラザニアさんがいたのに治ってないのに離れてて、中央ボタン押してほしいなって思ってたけど、アルクさん使ってたから、他の人車で待ってたけど、まあアルクさんと一緒に移動してアドミンにいるラザニアさんと会って、アルクさんが加えれましたって感じです。ありがとうございます。え、俺出た感じあった、あれ、ラダニアさん。あとみんから出たと思った俺。違う、あの、あれはアドミンを見ようと思って。あ、そういうこと。したら見れなかった。ごめん。ああ、ファッションでナイスさ。ね、このお部屋かいよ。俺計算僕は疑ってなかったわ。そう、計算なんて何もしてないんだけど。計算やってない。え、多分計算やってないよね、あれ。何もやってないよ、4分の1当てただけ。なんか左、俺何もやってないし、無投票のせいで負けたの。あれ、計算に出たの誰だったの？アイさんと高橋さんです。あ、高橋さん。俺、アイさんはなんか計算押して、まあ言ってたから、ケース、アイさんやべえなって思ったら、これはアイさんインポスターかってなっちゃった。うん、普通にカシューガチャに食われたから。私もアイちゃんがインポスターかと思った。あと、ちなみになんだけど、投票はマジで、ね、気をつけましょうね、本当に。あと、役者死んでたのを見らせ。そう、タコさん、俺がだってアッパーの右上の扉で対面してるのに、俺が右に行った予想とかはなかったか。まあ言ってなかったけど、俺が見たのはそこだけだったっていう。これ入りますけば。
確率変わるかな。いやでもね、ネキあそこでタコさんねじ伏せられるよ、大丈夫、今度は。ちょっと笑っちゃったね、今回は。正直さ、まさか死ぬと思わなかった。いやでもね、ごめんね、俺もあそこで、なんだろう、殺すんだったら、タコさんか、あの、殺すればいいかな。いや、あの時点、タカシさんはさらに、あ、この左にいたの、マジで。さ、あの、アイさんが。あ、いないよね。いや、あの、左にいたんだよ、俺とアイさんだけで。だよね。あれ？ごめんなさい。ダメだ。ちょっと怪しいかな。だってあそこだってボタン押されたら俺取られるもん。誰が殺すしかない。枝君どうしたの？喋れたそうにしてたけど。あ、いや、議論とっちらかってるとき、とっちらかってて、なんか自分では理解できなかったとき、もうスキップをすべきなのかなって思って。いや、スキップはないな。スキップは、ね、あの場面でのスキップは、まあ正直ない。だったら一番信用できる人の意見になるのがいい。それだったら正直とっちらかって自分じゃ何も判断できないうちに誰かに適当に入れることももちろんできないんで、たらなんか誰かに押し付けてそうな人、最後の10秒になっても正直分かんなかったら誰に入れますとか言ったら、多分他の人はじゃあ俺は誰に入れたとか言うんじゃないかなと思う。俺アルクさんに合わせるよって言ってたけど言ってくれなかったから、うん、でもなんか事故って自分がつなぐと本当に不利になるから、私はケイさんに入れたんです。さ、あの入れないで一番やばいのって、あのインポスター3人が票合わせてきたら、そうもう終わっちゃうから、ここは誰に入れますって言った方がいいんだよなと。入れないとかは一番良くないかな。あとあの場面でのスキップも良くないから、結局まあ結局その入れて外しても負けだし、入れなくて合わせないと負けだから、だったら別に適当に分かんない状態でも入れちゃった方が俺はいいと思うかな。ちょっとね、別に白い人つってもいいんだよ、面白い。そう、白い人つってもいいんだよ、うん、面白そうでつってもいいんだよ。まあまあ、まあ、俺よくやるけど。でも正直俺自体何も絞れてなかったよ、偶然当たってラッキーだったなぐらい。俺もアルクさんはないかなぐらいで、俺も合わせる。だから結局 MVP はあの愛さんと高橋さんだからな。そう。計算をなぜか持ってった。なんか俺はマジで納得いってないけど。いや、4分の1で。っていうだけ。自分は、いや、マジでよく釣れたなって思った。でもさっきも私何もなんでだろう、マジで。いやー、計算は右で殺したんだけどな。そうね。これ普通に1キロで終わりだったもん。右も右ナビゲーションだぜ。そうなんだよ。お前で二人で行ってたの。やば。行ってたよ。そんな時間あった。あったあった、全然あった。で俺はここに戻って、アドミンで一個多分タスクして、その後すぐボタンって感じだったんだけど。うん、意外とね、あの進むの早いよやっぱ。まあでもね、それが。たかし落ちます、すいません。はい。話が竹縄のところ申し訳ないです。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。落ちようかな。またお願いします。おやすみなさい。解散。解散かな。俺こんだけ3人インプとかやったのに1回もやらなかったわ。俺もやんなかった。俺もやんなかったよ。ラザニアさん、すごい楽しい。ネッキ3回全部 ?3 回やった気がする。やば。やば。ねえ、アイちゃん怖くなかったでしょ？怖くない怖くない。よかった。怖くはないよ。だってアイちゃん前に誘ったらさ、なんかもっとさ、あの、あんまやってない人とがいいみたいなこと言ってたから、誘うの知ってた。うん、言ってた。記憶がないわ。ガチ勢のところ怖いって言ってたから。でも3人の時は俺クルーメイトの方が面白い。うん、まあ、クルー。推理がめっちゃ楽しい。すごい。仲間を作るのが楽しい。まだまだやりたかったのに。いやー、俺はもうついてくるカシオカから逃げるのに精一杯になっちゃってたな、最後は。こいついつまで来んだよと思って。早く抜けんだ。だから俺右の方まで行ったら殺そうと思って。そう、あ、これナビゲーション見たら殺されるかなと思ったけど。本当に殺されちゃった。3はやっぱ難しいな、やっぱあの3むずいね、うん、2の時と全然立ち回り変えないと、うん、すぐ死んじゃうし、つられちゃう。いい感じの釣りが決まったら勝てる、うん、たまたま、うん、でもなんかこのレベルまで達してたら3人でも結構楽しめたね、うん、裏側が上手になってきたから、まあ程よい緊張感はあったかな。
面白かった。釣らなきゃっていう。村人もやっちゃう。ローラーできないな。ペアは。